はい、サイワイドワイドワイド、皆さんこんばんは。7月6日月曜日です。時刻は午後7時を回りました。伊波大使の闘牛列伝の時間です。さあ、この番組は沖縄伝統の文化闘牛牛原整理について語っていく闘牛情報バラエティ番組。パーソナリティは沖縄唯一の闘牛実況アナウンサー伊波大使がお届けしていきます。どうぞよろしくお願いいたします。今日スタジオには、はい、池原正俊は休みとなっておりますよ。ついさっき連絡があって、今日休もうねということあったので、はい、まあ皆さんご存知のように、多分どっかで飲み歩いているかと思いますので、見かけたら、いや今日ラジオじゃないばということを、マサト知事に言ってください。おそらく石川のどこかにいるはずです。もしくはラジオじゃなくて牛小屋でどっかで飲んでいる可能性もありますね。はい、見かけた方、メッセージお寄せください。お願いします。さあ、今日、まあ、闘牛大会、今もう7月か、大会がまだ予定はされておりません。先週話したのが、徳之島が一応10月4日に開催される予定ということを発表しましたが、沖縄はまだその再開のめどが立っておりません。よって今日はいろんな徳之島、また宇和島などにも電話をつないでですね、各県の闘牛情報をお伝えしていこうと思っておりますよ。またいろんな闘牛に関する曲、楽曲も紹介していきましょう。あ、そうだ、先週土曜日、皆さんご覧いただきましたでしょうか。闘牛戦士ワイドが、再放送されまして、朝6時15分から放送開始となっております。いいですか。1年ぶりのアンコール放送、まあ再放送、毎週土曜日朝6時15分です。朝6時15分からの再放送でお届けしております。はい、おかげさまでですね、まあ今回いろんな、またあの新スポンサー、ヤギとそばの太陽、あとギノザの手びち唐揚げのテンプスで、ね、ラーメン元成、石川にもありますね、ラーメン元成さんも新スポンサーについていただき、ね、だからあのワイドのドラマ、去年見たのと同じじゃないのと思ってる方もいるかもしれませんが、ぜひですね、 CM を飛ばさずにワイドを見ていただきたいです。まだこの間封切り戦第1話が始まったばかりです。今週土曜日にも朝6時15分第2話、2番戦が行われます。まあ、2番戦の見どころとしては、あ、今度はあれか、勝連城じゃない、浦添グスクだ、浦添グスク、あと浦添城跡で撮影を行っています。はい、なんと浦添グスクにも闘牛を連れて行って、そこでの撮影やりました。子供向けのドラマだと思わずに、ぜひ牛のドラマ、あちこちで出る牛に注目しながら、闘牛関係者の皆さんはお楽しみください。今回はまた徳之島でも撮影しておりますよ。さあ、それではここで1曲お届けしましょう。お送りする曲、いろんな楽曲がある中で民謡をお届けしていきましょう。伊波大使の闘牛列伝、この番組はやら闘牛ビデオ、居酒屋牛脂、プティフール、おでん大吉、上村酒造、菊原工務店、徳之島居酒屋よいよい、株式会社伊波重機各社の提供でお送りします。本日のオープニングナンバー、牛なー節、いきましょう。ヒーアイヒーアイ、伊波大使の闘牛レッスンをお届けしております。ここでじゃあいろんな方々に電話インタビューをしていきましょう。まあ、今度7月といえばですね、僕はまあ楽しみにしていたのが、全国で言えば宇和島ですね。四国宇和島、宇和島では7月24日は毎年和礼大祭というね、まあ大きいお祭りがありまして、そこでの和礼祭の闘牛大会が行われていたんですが、今年はどんな状況なんでしょうか。聞いてみましょう。宇和島ね、もう宇和島といえばこの方になっております。山田秀樹さん、電話つないでいきましょう。さっき一度 LINE は入れてるので大丈夫かと思いますが、聞いていきましょう。もしもし。あ、もしもし。はい、こんばんは。どうも久しぶりです。あ、山田さん、今どちらですか。はい、今自宅ですね。お、自宅。はい、7月、今日が6日ですが、あの宇和島の闘牛といえば7月24でしたっけ、はい、あの和礼祭は。そうですね、はい、そうですね。
今年はどんな感じですか、祭りは。ですね、お祭り、まあ、和例大祭っていう大きなお祭りがあるんですけど、はい、このお祭り自体がコロナの影響で中止になってまして、おお、はいはいはい。で、5月ぐらいに話を伺ったときは、闘牛大会も中止だろうと。はいはい。で、再開できても8月、10月の大会からの再開が見込まれるんではないかなっていう話だったんですけど、宇和島市長の方から、はい、闘牛大会はやってもいいんじゃないかという話をもらいまして。おー、なるほど。はい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 。うん、でも、まあコロナの影響もあるので、はい、まあ対策をどういうふうにしますかと、うんうん。で、いろんな協議を重ねた結果、当初の予定では7月19日ですよね。に、その大会はじゃあしましょうかってなったんですけど、うんうんうん、いざこの大会を再開したとしても、その、まあ、お客さんの導入、その人数を制限しなくてはいけないのではないかなという話でいろいろが出まして、うん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 、で、まあ、協議を重ねた結果、大会は、の再開ではなくて、警護大会という大会にしませんかと。ああ、なるほど。はいはいはい、はい。はい。で、まあ、その警護大会をするように取り結び会も開いて、うん、19日の予定で当初はしてたんですけど、お盆大会からの大あの8月のお盆大会があるんですけど、はいはいはい、この大会から完全に闘牛再開しましょうという話になったので、ああ、なるほど。8月からじゃ本大会の開催。はい。これはお盆。お盆の8月14日ですね。に合わせてやるんですね。はいはいはい。はい、そうです。で、これを再開するにあたって、はい、19日にその警報大会を開いたとしても、本場所までのその期間が短いじゃないですか。うんうんうん、そうですね。はい。で、宇和島の場合ってすごい、まあ、登録牛が少ないので、稽古大会に、まあ、牛主さんはみんな喧嘩させたいので、はい、で、稽古大会に、まあ、もし全登録牛すべてがその稽古大会に参加すると、うんうんうん、何かあった場合に、その8月の本場所で大会に出れない牛が出てくるじゃないですか。ああ、そうですね。うん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 、うん、そういうのを考えた上で、じゃあ1週間も早めますかってなりまして。おで、今週末、7月12日ですね。はい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 、はい。に、その稽古大会を、まあ一応、これ、例年通りであると、本場所がある場合は、うん、ポスターを、その取り結びができたポスターを、いろんなところに配布するんですけど、はい、今回はもう、ポスターもなしで。へぇー。で、もう僕が SNS のみで発信してます。うわ、SNS のみ。はい。これはじゃあもう、あ、わかりました。じゃあ僕もいっぱいシェアしますね、じゃあ。はい。なるほど。ぜひよかったらお願いします。もう、宇和島闘牛のあのホームページでもあるんですけど、うんうんうん、多分ホームページでも、ちょっと僕確認してないんでわからないんですけど、これちょっと出てないはずです。ああ、そっか。はい、なるほど。じゃあまだ今ごく一部の方しか知らない状況ですね。そうですね、あの、うん、やっぱりそのこのコロナの影響があるので、うんうんうん、その宇和島闘牛でもやっぱファンがたくさんいると思うので、はい、そのまあそのお客さんファンがこう殺到した場合にその対策としてどうしましょうかという問題があるので、これ難しいんですよね。沖縄もやりたいって言ってるけども、あの結局集まりすぎた時の対策ですよね。そうです、そうです。かといってまだ慶応から、うん、前売り券システムにするのも難しいし、そうでね、そうですね、あ、検温っていうのもやらないといけないですもんね。そう、そうです。検温に消毒、うん、そしてお客さんにはマスク完全着用、うん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 、で、まあ、あの密をやっぱり作ってはいけないので、うん、間隔を空けての感染っていうのをやっぱりしてないといけないので、はい、で、その例年通りであると本場所であると入場料ももちろんあの発生はするんですが、うん、今回はもう稽古大会ということで無料となってます、ね。おお、あ、無料。もう無料です。何試合ですか？もうどなたでも一応予定では10組ぐらいは組んであります。10組？10組？10、はい。
一応予定では。あ、すごいですね。でも僕がまかないしてるあの元沖縄の昭和無敵、はい、昭和無敵、はい、これちょっと足前足ちょっと痛めまして。あ、そっか、フェイスブック載せてましたね。あ、はい、でちょっと出場ができないので、うん、まあ番組数的にはちょっと減るんですけど、うんうんうん、まあ一応傾向っていう状態なので、はい、まああの違う牛同士こう、まあ一頭がまあ例えば2試合続けてやりますとか、おお、ほう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 、時間はそんなにさせないっていう、あの、うん、協会からの指示なので、8月場所に影響するので、時間はそんなにさせないという。うん、あ、なるほどね、はいはい。じゃあ、はい、でもまあ、稽古なので、もし万が一その大会で、不戦勝で、ちょっと気分が乗らない牛がいても、すぐに代役用意したりとか、まあ、そういった対策はできるということですよね。そういうことですね。うん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 、そうね。で、そういう感じで、12日をじゃあ、あのやってみましょうかっていうので、今、進んでます。おあ、なるほど。でもまあ8月に開催することを決めたっていうのはね、結構やっぱみんな宇和島市としてもこれはやっぱ伝統で、そうですね、みんなにやっぱ今の現市長さんも残していこう、見てもらいたいというね。だからすごいですね、はい、これ市長の判断でそうなったんですもんね。そうですね、4月場所がもうコロナの影響でなくなったので、で何かとりあえず一つでも何かこうできることはないかなっていうので、はい、まあもう4月終わりか5月頭くらいにはその和礼大祭、7月24日の和礼大祭の中止は確定してたんですよ。でも何かやりたいっていうのが多分市長の中にあったと思うんですけど、はいはいはい、で闘牛大会とりあえずしても構わないですよっていう指示はもらったので、おー、で8月からもう完全再開しましょうかと。はい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 、うん、でもちょっとまたこの第2波的な感じのコロナの感染拡大が今ちょっと広がってるじゃないですか。そうですね、うん、ま、これがまたどういう影響を及ぼすかちょっとわからないんですけど、うん、まあこのまたの動きによってはちょっとまた延期とか中止の判断も出てくる可能性ももちろんありながらということですよね。そういうことですね、うん、とりあえず今の段階の予定としては8月14日のお盆大会から闘牛完全再開っていう予定です。8月もし再開されるとした場合、タイトルマッチもありますか？はい、はい、これもう確定ですね。はい、重量級、中量級、両方タイトルマッチ確定です。重量級っていうことは今チャンピオン沖縄にいた徳勝龍ですか？そうです。おお、って待ってよ。徳勝龍何歳になるんだ？待ってくださいよ。もう15歳ぐらいじゃないですかね。15歳ぐらいになるよね。15歳で重量級チャンピオンなんですか、まだ。そうですね。すごいな。へえ。待ってください。もう、徳勝龍に迎えていけそうな牛って何がいます？一応、もう主も OK。チャレンジャーの主の OK は出てるんですが、はい、元中量級チャンピオンのニオですね。ああ、あのタッチュ？そうですよ、あの沖ノ島から来た。はあ、はあ、はあ、ニオと徳勝龍、はい、またサイズがちょっと変わりますね。そうですね、骨組み的には大きさはあんま変わらないんですけど。あ、そうなんだ、はい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 、はい、骨組み的には変わらないんですけど、うん、体つき大きさ的にはちょっと変わりますね。いやでもこれね、確かに二王っていう人は中量級ではずっと敵なしで何連勝してましたっけ、宇和島で13か14でしたね。ね、一時期もそれぐらい連勝して防衛も重ねて。なるほど、はい、これはでもちょっと面白いですね。はははは、いいですね、ちょっと見に行きたいな。わかりました、ぜひぜひぜひ。でも、はい、あの宇和島の闘牛のあのね、この役所が管理してるのかどうかわかんないんですが、ホームページの作り方とか、はい、あとは YouTube のアップも結構早いじゃないですか、試合の。早いですね。ね、はい、はい、とってもいいなと思って。だから、なんていうのかな、ビデオでの販売とかそういったことは特にやってはないんですか、もともと。いや、ビデオ販売も してるんですけど、うんうん、沖縄のやらビデオさんみたいにちょっとこう大きく、うん、あのネットでのこう販売とかっていうのはしてないんですよ。あ、はい。で、まあ、宇和島闘牛のビデオが欲しい方がもし、まあ、日本全国探してたらどっかにいるとは思うんですが、うん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 、もしいるんであればお問い合わせをいただければ、僕たちの方で準備はします。
そうなんだ。いや、あの結構ね、はい、YouTube の上げ方とかなんか作り方も非常にいいので、あれは続けてほしいですね。僕ちょくちょく見てますよ。はい、そうですね、うん、あ、そうですか、はい、とてもいいです。ありがとうございます。わかりやすいし。わかりました。じゃあね、ぜひ今度また沖縄でも大会が再開されることになったら、はい、ぜひ遊びに来てください。あ、ぜひぜひ、うん、その際お願いします。そうですね、なかなか来れてないですもんね。旧正月行くとか、ね、今度3月行くとか、全然ですね。行く行く言いながら全然行ってないですね。そうですね、行く行く行って僕3年ぐらい来てないような気がしますけどね。山田さん行ってないですね。いや、本当にたまに遊びに来てください。はい、はい、まあ僕もちょっと、はい、うん、タイミング見つけたらまた上島の闘技を観戦しに行きますので、はい、はい、ぜひいらしてください。はい、いつもありがとうございます。あ、いえいえ、こちらこそありがとうございます。はい、ありがとうございました。はい、はい、どうも。はい、宇和島にね電話つないだわけですが、なるほど、もう和礼大祭自体が、祭り自体がなくて、うん、8月から再開予定と。で、今週のものはあくまで練習試合、稽古大会としてやっていくということですね。はい、わかりました。ありがとうございます。さあ、ここで1曲お届けした後、CM 挟みまして、今度また徳之島の方につないでいきましょう。お送りする曲は、テイカズマ、ワイドワイドワイドいきましょう。いやーい、伊波大使の東急列線生放送をお届けしています。それではここで徳之島に電話をつないでいきましょう。ここでかけるのは、はい、徳之島、あれ番号どこに書いたかな、あたり達也さんにかけていこうかと思っています。元は、はい、チャンピオンスだった、あ、これだ、ありました、ありました。はい、徳之島台風などのね名義を育てた辺り達也さん、今どこにいるんでしょうか。それでは電話をつないでみましょう。こちらです。もしも、あ、もしもし、こんばんは。はい、こんばんは。どうもよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。あ、達也さん、今牛小屋ですか。牛小屋ですね。おー、牛小屋には、今何頭いましたっけ、牛。まあ、2頭、何でしたっけ、あの大きい牛、タッチューの、うん、タッチュー台風と、はい、東進流。おー、タッチュー台風どうですか、徳之島が、まあ8月も大会がなくて、で連合会の話で10月にやることは一応発表はされましたよね。うん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 。あれっていうのは、うん、10月の第1週の日曜日ですよね。聞くけどどうなるかわからないよね。まだわからないですよね、やっぱりね。うんうんうん。あれだから、話し合いではあれですか、土日に分けるのではなく、もう日曜日の人、もう4タイトルするから、もうその人と1回で 4つのタイトルマッチをするみたいな。ミニ軽量級から全統一まで4大タイトル。はい、はい、こうなってくるともうパンパンだな、会場。東京上入りきるかね。ね、いやいや本当に、はい、東京上お客さんも入らないんじゃないかな。そうなってくるよね。ね、だからもう、沖縄の人たちも多分なんかいろいろとね、行くか行かないか、そう、やろうとって言う人も連絡してるからね、もうね。でしょう。だからあとはね、うんうん、沖縄の人もなるべく島には迷惑かけないような形をして、ギリギリの判断になっていくかなと、うん、いやー、すごいことになってきてるな。やっぱもう宿の問い合わせが、達也さん本人にも来てるんですね。はいはいはい、俺宿屋さんじゃないけどね。ね、そうよね。直接宿にかけれっていう話をね。別に達也さん民宿とか経営してないでしょ。ええ、やってないよ。あ、じゃ、俺牛舎の横にキャンプ場があるから、キャンプは勝手にやることさえている。うん、キャンプ場があるから勝手に。うん。あ、そっか。うん、10月にやって、だからじゃあ、まあ、タイトルマッチ以外の
カードというのもまあこれからやっていくんですよね。もう、うん、これからしていくね。へえ、今回のもしタイトルやるとしたら、主催は天城にあるんですか、どこになるんですか。闘牛連合会でやるという話だから多分全島じゃないかな。闘牛連合会で、はあ、はあははあ、うんうんうん、まあある程度まだ正式ではないにしろ候補として上がっているのが全統一だと牧山がチャンピオンに阿炎とか、そう、ね、もう阿炎とかそういう感じになってくるんじゃないかな。おお、なるほどね、うん、はい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 、一心阿炎か。だって中量級、特に中量級とか相手探すのが今難しくないですか、戦闘ガロー。もうガロの相手はもうあれじゃない、赤人とか、あもう護衛どうつかになってくるんじゃないかな。なるほど、うんうんうん、で軽量級のまた龍馬となると、まあ、何がいいのか、まあ、最初になったら交流王がそのままなる形になるんじゃないかな。あ、そっか、交流王もなんだかんだでタイトルのね、そう、連勝級ではあれ、ね、そうだ、いつ行ってもおかしくないぐらいのものではあったから、うんうん、はあ、はあ、なるほど。他にいるとしたら山田牛虎とかじゃないかな。うん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 、そういうことか。あとはだからミニ軽量級だと700キロ以下でしょ、チビブルの対戦が相手ってことですよね。うんうん、そっか、あー、このミニ軽量級はちょっと難しいぐらいじゃない。あー、最初は5月は一心大屋とかけどね。あ、一心大屋、あれ落とせるのかな、うんうん、700キロ、ほう、そういう話に出とったわけよね。なるほどね、わかりました、うん、じゃあ今もうみんな徳之島の人たちは、沖縄だと今日曜日になると割とあのドームにみんな稽古したりとかしてるんですよね、うん、練習時は。あ、もうそうみたいですね。徳之島も結構もう稽古は頻繁にやってたから、うんうん、だからあれって沖縄もそうなってるっていうからね。そう、うんうん、そういうことか、わかりました。今日はあのチビたちはいないんですか、子供たちは。いるよ。あ、います、いるよ。誰か元気な子がいたらお願いします。はいはいはい。はい、もしもーし。もしもーし。はい。お名前教えてください。はい。あたりこたろうです。はい、こたろうくんは今何年生ですか。4年生ですね。おお、好きな牛は何ですか。邁進竜ですね。邁進竜が好き。おお。どんな今闘牛がないんだけど、うん、どんな気持ちですか、闘牛の試合ないけど。あ、もう途中稽古見てるんで、うん、だからもう大丈夫です。あ、もうしょっちゅう稽古見てる、うん、稽古見に行ってるわけ。うん、最近稽古見ていい牛もいた。あ、パンダですね。パンダ、うん、いいパンダがいたわけ。昇進で、牛車にいる牛がとっても良かった。うん、お、ちなみに小太郎くんの牛車にいる牛の名前何ですか。タッチュー台風と、うん、昇進で。おお、タッチュー台風の得意技は何。そこ。おお、うん、もう一頭の牛は何でも。何でもやるわ。うん。小太郎くんは学校での勉強は何が得意ですか。体育。うん。鉛筆使うのは。漢字書くのですね。漢字書くのが得意。うん。何のか。写すのでしょ。はい。漢字を写すのですよ。漢字写すのが得意なわけ。うん。何の字が書けるようになった最近。牛。牛。牛っていう字を最近覚えたわけ。うん。犬と馬、あと。はい。あと何？犬と。うん。馬。犬と馬。うん。え？と豚も覚えたよ、豚。豚も覚えたわけ、漢字な。うん。動物のばっかり書いてるわけ。うん、あー、いいね。勉強もじゃあいっぱい頑張ってよ。うん、いや、小太郎くん、最後にさ、ヤグイを聞かせてほしいんだけど、ヤグイやってもらっていい。うん、
はい、弟もいるよ。あ、弟もだ、変わってみよう。もしもし。はい、もしもし、お名前は？あたりやしむり。今何年生ですか？3年生。お、好きな闘牛は何ですか？タッチュータイフ。いいね。小学校3年生、好きな学校での得意な勉強は何ですか？体育。兄弟揃って体育なわけ？勉強。漢字も書ける？書けない。ええ、掛け算九九は？少しだけ言える。はい？少しだけ言える。おお。今闘牛がないでしょ？うん。どんなして普段生活してるの？どんなして遊んでるの？牛がないけど。相撲を取ったりしてるわ。はあ、うん、よし。じゃあ最後にさ、小太郎くんも兄弟一緒に揃ってヤグイやろうか。うん、オーケー。おー、できるわ。おっしゃ、いいぞ。はい、これは僕の島の東翔平ですよ。誰？東翔平？うん。おう、モノマネもできるわけ？はい、オーケー。やってごらんじゃん、モノマネ。はい、グリーン。いやーあーいやーいやーあーいやーすごいな、上手だな。いろんな人のモノ…いやー、赤峰豊さんです。赤峰豊、おっしゃ、じゃあお願い。はい、おーいやーありがとう、ありがとう。いや、大将。いや、いや、まだし。いや、大使のモノマネもできるわけ。すごいな。はい。ありがとうね、じゃあ。これからも闘牛盛り上げるために頑張ってよ。はい。はい、ありがとうございます。達也さんもありがとう。はい、ありがとう。はい。はい。ああ、面白い。いいね、子供たち超元気ですね。はい、ありがとうございました。元気な子供たち出演していただきましたよ。ありがとうございます。さあ、ね、じゃあここで一曲お届けしましょう。今度は安田龍馬。特の。ヒーアイ、ヒーアイ。伊波大師の東急レッスンをお届けしております。番組残りわずか。先ほど電話インタビューしました。あれ、マサヤさんたち次の番組、あー、この後ね、また生放送があるんですが、はい、ちょっと待ってくださいね。はい、スタジオの鍵が開いてない。おー、ちょっとじゃあ後で CM 挟んだ後に行きましょうね。はい、ありがとうございます。先ほどの当たり達也さんから紹介を受けて、徳之島のこの方にもかけてほしいということで紹介を受けたんですが、なんて読むんだろう。東に登るに平という字。うん、東、え、東照なんだろう。あ、元早鷹奈々ちゃんのお牛主だということですね。そっか、一時期東証奈々ちゃんか何かで出てたっけ。あはは、はちょっとかけてみましょう。はい、こちらは NTT ドコモです。おかけになった電話は、電源が入っていないか電波の届かない場所にあるためかかりません。こちらは NTT 徳之島の山奥にいるんじゃない。ちょっと待ってよ、もう一回こんなことある。もう一回行きましょうね。こんなことある。こちらは NTT ドコモです。
おかけになった電話は、やばい、電源が入っていないか、電波の届かない場所にあるため、かかりません。こちらは、NTT ドコ。すごいですね。はい、この方、電話かかりません。かからないです。なんだろうな、しばらくだったら、復活するのかな。どうだろう。ドコモって言ってたね。ドコモで、徳之島で電波が入らない場所。はあ。どこにいるんでしょうか。もうツイキャスでも、まさかのとか、沖縄 T シャツさんからも、まさかの電話つなげずって来てるね。はい、そうですよ。こういったハプニングがあるんですよ。こういったハプニング。ちなみに、わかりました。時間がどれくらい経った？一曲、短い曲かけている間に、もう一回つないでみましょうか。じゃあお送りする曲、東急線シワイ動画、今週土曜日6時15分、また再放送2番線が始まります。その主題歌、HY マックス、とりあえずかけている間にかけ終わった後、もう一回挑戦しています。いやい！さあ、HY マックスお届けしました。ここでもう一回いきましょう。先ほどの徳之島、ね、東翔平さんですね。東翔平さん、これでつながらなかったらもう面白いですよ。もう諦めます。さあ来い、さあ来い。こちらは、はい、NTT ドコモです。終了。おかけになった電話は電源が入っていないか、電波の届かない場所にあるため、はい、終了です。もうした、もうあるね。責任者の、はい、後で達也さんかけよう。責任者どうなってるんですかと、あなたが紹介した人。もしもーし、達也さん、ちょっといいですか。はいはい、はい、あなたが紹介してくれた翔平さんですね。はい、3回電話しても、こちらは NTT ドコモです。あ、いや、で電源切ったろの。もう今ラジオでみんながもう爆笑してますよ、いろんな方が。3回かけても繋がらなかったから、もう責任者にかけてみようと思って。俺に。ちなみに彼はどこの方なんですか。電波が入らない場所に住んでるの。いやいや、電波入るよ。でもね、牛舎はたまに電波が届かないね。あ、そう、牛舎が、あの牛舎、牛舎どこの牛舎。赤滅のちょっと山の方。あ、山か。はあ、はあ、はあ、もともと奈々ちゃん持ってた人なんですよね。そう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 そ う, そう。これが、あの、な直慎吾さんのところ打ったからね、奈々ちゃん。あ、だから当時、あの、東証という名前がついてた。そう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 。その奈々ちゃんが。そう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 。ですね、だから、東証平さんですか、聞いてほしかったのに。あ、だからよ、東証平が東に登るに平らだったから、なんて読むのかなと思ったら、本来は東翔平、ね。東翔平。東翔平。わかりました。じゃあ、東さんに言っといてくださいね。次から電源言っといてくださいと。だから、あの、昇進竜も二人の死なわけよ。ああ、そういうことか。だから、あるの、昇を取ってから、登る進む竜だからね。なるほど、なるほど。そうなんだね。わかりました。ありがとうございます。はいはい、また、じゃあちゃんと言っておきますね。はい、言っててください。はい、はい、ありがとうございます。はいはい、はい、やばい、超面白いな。はい、自由すぎるラジオです。さあ、スタジオには雅也さんと小杉さんも入っておりますよ。はい、はい、こんにちは。こんばんは、だね。はい、そういうハプニングもたまにあっても面白いですね。またね、この間なんて、マスト氏が紹介した方、かけたら、あ、すいません、何々さんですかって、違いますね、言われてから、生放送中には間違い電話かけてよや。だからさっき、あの、スタジオの外で、あの、使われておりませんよりかはいいんじゃないって。そうこれよりはいいよね。それよりはいいよね。使われておりませんので、もう何が起きたんだろう。そうそうそう、あの、携帯代も払えなくなったのかなとかね。心配するさ、今日月末だったかなと思って。それよりはいいよねっていう話をさっきしてた。はい。まあ、今日が、もう7月6日か。はい。はい、もう7月一発目の放送ということですが、さあ、今日メッセージテーマ何でしたっけ。今日は七夕願いですね。お、七夕願い。願い。あ、
明日が七夕ですね、ちょうどね、7月7日。じゃあ、ビーズの願い探さんといけないね。あ、ビーズの願い。なんか願いに関する曲もかけたいですね。あ、そうですね。願い事とか。願い事とかね。ああ、天の川、ティンガーラとか。おー、ちなんだ。はぁはぁはぁ。よし、じゃあそういった。天の川とか。うん、はい、曲も探していきたいと思いますので、よろしくお願いします。はい、お願いいたします。さあ、伊波大社の闘牛列伝。この番組は、やら闘牛ビデオ、居酒屋牛心、プティフール、おでん大吉、上村酒造、菊原工務店、徳之島居酒屋いよいよい、株式会社伊波重機各社の提供でお送りしました。はい、生理について語っていく闘牛情報バラエティ番組、パーソナリティは沖縄唯一の闘牛実況アナウンサー伊波大志がお届けしていきます。よろしくお願いいたします。いや、もう暑いですね。とにかくもう暑くて暑くて大変です今。おそらく各牛小屋牛舎では牛1頭に対して1台扇風機が当てられていることでしょう。最近ではこの牛小屋によってはミストが出るタイプの冷風が出る扇風機があったりとかね。いや、もう時代進化してますよ。まあ、あの闘牛大会が、いつから再開なのかというまだ目処が立っておりません。ただし県外の方では初場所ということで、新潟県では山越し、そして小千谷の方でも闘牛がね開催され、で昨日はあの愛媛の宇和島の方では稽古大会が行われたということで、今日のこの番組ではですね、各県外に電話をつなぎまして、その大会をどんな状況だったか、どんな雰囲気だったかなどの話を聞いていきたいと思いますよ。まずはこの後7時10分頃から新潟の方に電話をつなげていきたいと思います。そして今日沖縄にもね、あの久々にあの方の声を聞きたいなと思いまして、はい、よかつ闘牛組合、はい、あーいやあーいやでおなじみ赤嶺豊さんにもこの後電話をつなぐ予定となっていますよ。赤嶺さんは何時かな、7時半ぐらいかなにつなぐ予定となっております。そして7時45分には宇和島の山田秀樹さんにも再び登場してもらおうと思っておりますので、皆さん楽しみにお付き合いください。そして今日もう3週連続休みですね。池原マスト氏は今日は休みです。先週は今日休もうねと来てて、先々週も今日休もうねの一言で、マサト氏今日の LINE は大使に今日まで休もうねと、はい、先々週は今日休もうね、先週は今日休もうねで、今日来た LINE が大使に今日まで休もうね、腰痛くてよと、はい、いうようなラインが来ております。マサト氏はなぜ腰が痛いんでしょうか。腰痛いと言っておきながら、どこかの居酒屋で見かけたら皆さんこちらに情報を送ってきてください。腰痛いそうです。3週連続マサト氏はお休みですね。さあ、伊波大使の闘牛列伝、この後8時まで生放送でお届けしていきますよ。はい、この番組はやら闘牛ビデオ、居酒屋牛心、プティフール、おでん大吉、上村酒造、菊原工務店、徳之島居酒屋よいよい、株式会社伊波重機各社の提供でお送りしていきます。さあ、それでは本日のオープニングかけていきましょう。そうだな、今日はいろんなワイド節をかけようかな。ああ、この番組でもね、あの女性が歌ってるワイド節とか、はあ、橋健さんが歌ってるワイド節かけてきましたが、今日はかけられる限りいろんなアーティストが歌うワイド節いきましょうか。まずはやはりこの方のワイド節をかけないといけないでしょう、もう本家本元坪山豊さんのワイド節からスタートね。これがまずあってのいろんなアレンジだということを皆さん知ってください。お届けします。坪山豊、ワイド節。イエーイ！伊波大使の闘牛列伝生放送でお届けしていきます。あ、ツイキャスでメッセージ来てますね。アグレ男爵さんからこんばんはとありがとうございます。そして大井とっつぁんさんからもこんばんうっしーと来てます。はい、ありがとうございます。こんばんうっしー。さあ、電話インタビューやっていきましょう。県外ではですね、闘牛、まあ、角突きとかいうような表現もしたりしますが、新潟県の
先週か先々週つないだのが山越の闘牛でしたが、向こうは山越とまた小千谷の闘牛というふうに分かれておりますが、今日電話かけるのは小千谷の方です。はい、先週かな、初場所が開催されました小千谷闘牛の解説をしている、木島さんにここで電話つなげていきたいと思いますよ。ちょっと待ってくださいね。さあ、ちょっと携帯の、行きました。さあ、それではここでおかけしましょう。ちょっと LINE の電話なんで聞こえ方がどうなるかですが、行きましょう。まだ繋がらんかな。お、繋がらないな。ちょっともう一回かけてみましょうね。少々お待ちください。あ、来た。木島さんからの電話がこれか。来たかな。ちょっと待ってくださいね。こっちだ。もう一回おかけします。もしもし。あ、もしもし。すいません、どうも。あれ、どうも。沖縄から伊波と申します。はい、木島さん。あ、もしもし、あ、ちょっとラジオと聞いて二重に聞いてなってます。あ、なるほど。どうも。はい。ラジオ今じゃあもしかして近くにあります？今近くにありましたんで、あ、ね、大丈夫です。ちょっと離れました。そうです、はい、あ、ありがとうございます。もしかしたらハウリング起きる可能性がある。はい、ありがとうございます。おー、はい、よかったです。いや、電話最初取らないからちょっと、もしかして。いや、僕もびっくりしました。ご無沙汰しております。久しぶりですね。はい。前あったのがあれは3年前。そうです、2年半前の2月の旧正月の大会にちょっと見に行かせてもらったんで、はい、旧正月2年前って言ったら何の試合だ、ですね、封切り特番で赤十王と来季の中止になったやつですね、ああ、はい、なるほど、あれ楽しみで、はい、はい、みんなが楽しみにしていてまさかの封切り戦がそうなんです、そうなんです、はい、あの時確か何でしたっけ、はい、赤獣王がトラックから降ろす時のハプニングでした？そう、確かそう言ってましたね。なんかそうですよね、試合当日になって急遽怪我で出られなくなったという、そう言ってましたね。あったあった、当日ですよ、はい、はいはいはい、うん、あれ以来ですか。さようでございます。はい、今は新潟県の小千谷の方に、はい、いらっしゃるんですか、まさに。あ、そうです、小千谷ですね、はい、で場所は牛舎。あ、今、この牛舎というか、こういう住民センターみたいなところにみんなで集まって、ちょっと牛持ちとか瀬古がちょっと応援しに来てくれて、はい、今一緒に聞きながら。あ、そうなんですか。そうなんです。もしかして今皆さんが、周り何人ぐらいいます？今周りが、1、2、3、4、5人います。5人？はい、みんな牛持ちで瀬古です。はいはあ、それで。そうなんです。はい。このラジオのために集合っていうわけじゃないですよね。いや、もちろんそうです。はい。ちょっと、僕じゃ心もとないってことで、ちょっと、はい、応援しに。すごいっすね。そうなんです。はい。すごい。徳之島の人なんて約束してるのに取らないとか普通にありますからね。そうですね。皆さん、気合がすごいな。そうなんですよ。はい。今、この間初場所開催したのが、先週ですか、はい、そうです、先週の、はい、と7月の5日に。あ、5日。はい、ほう、5日が初場所でした。毎年初場所は7月なんですか？いや、もう毎年小千谷の開幕は5月3日って決まってるんですけど、はあ、今年は、ね、はい、そうなんですよ、もうこれ今年はもうやっぱりコロナの影響で5月6場所ってのちょっと難しいので、うん、まあ7月なんとかちょっとコロナ対策万全にして開幕にこじつけましたね、はい。あ、そうなんだ。はい。はあ、はあははあ、いやー、でもそれでも大変なのもあったんじゃないですか、この大会やるにあたって。そうですね、やっぱりちょっとまあ役員の方で協議を重ねて、うん、はい、でまあ、臨時のちょっと役員会という形でして、うん、で一応どういうふうにするか、7月場所も中止にするのか、ちょっともやるのか、うん、でもやるんであれば、はい、対策は万全にしないといけないよっていうのでみんなで話し合って、はい、なんとか。あ、だってガイドラインも多分検温とかもしなくちゃいけないですもんね、はい、そうですよ、検温もしましたし、
そうですね、もう皆さんの車で来られるんでやっぱり名前も書いてもらって、はい、まあ、何かあった時に連絡が取れるようにっていうことはやりましたね。わ、検温して、それクリアすると名前、住所、連絡先も書いてもらって、書いてもらってそこから入場ってことですよね。そうですね。で、入場席も、うん、まあ、ちょっと必ずグループというかでこう1メートル以上、1メートル、ね、できれば2メートルは離れてもらって、はい、感染していただくようにはもう徹底して呼びかけて行いましたね。はあ、ああそうなんだ。だから運営側としてもいつもよりもスタッフをね、多く出さないといけないですし、ね、そうです、そうでした。牛だけに集中したくてもなかなかそうはいかないですもんね。そうだったんですね、はい。今回中継も入ってました？中継なんか生配信とか。あ、そっちは多分山越の方はやってたと思うんですけど、おじやは特にしてないですね。あ、でも NHK から何か紹介されてたのは。あ、そういうのはやっぱり来てました。たくさんのに、ね、新潟県の中のメディアからですよ、ね、いろんなところが、ね、紹介してくれてましたから、来てましたね。今回のサミットでやる予定だったのはあれはおじや、あれがおじやなんです。そうです、そうですよね、はい、6月。あ、じゃあ6月のサミットに向けても皆さん準備して全国の、ね、闘牛関係者を迎え入れる準備もしてたってことですよね。そういうことなんですよ、はい。ね、なんか伊波さんもだって来られるって聞いてたんで僕すごい楽しみに、してたんですよ、はい。見るのも楽しみにしてたし、あ、向こうで日本酒何飲もうかなとか、ね、何飲むのが美味しいのかなとか、ね、もうこれも楽しみにしてたんですよ。ね、え、6月僕スケジュール開けてました。6月の確か第1でしたよね、日曜日。そうです、第1です、はい。そう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 。あ、だからまあ来年にそのまま持ち越しという形ですかね、そうですね、なんかできればね、うん、やっていただければなとは思いますけどね。こないだやった初場所は何取り組み、何試合やったんですか？そうですね、ジョー・オジアの初場所は21番、はい、取り組みの方を行いました。21です。 21?21、 21、そうなんです、はい。まあ、42頭出てるってことですか？42頭出ましたね。はあ、はあ、そうなんですよ。だからおじやの方は、はい、割とまあ大体毎回20前後は大体組まれるんで、まあ久々には20番超えたなーっていう感じはしましたけど、うわ、大体まあ普通ぐらいですかね。20番超えるぐらいは。一取り組何分ぐらいですか？それもまちまちなんですけど、うんうん、まあね、ご存知の通り越後の闘牛角突きは引き分けで終わるので、はいはい、そんなにこう長引いた試合っていうのがほとんどないんで、うん、まあ長くてやっぱり5分、はいはい、そうですね。で、まあ、もね、一番長いとやっぱ10分とか行くこともあるんですけど、基本的にはそのぐらいでポンポンポンとやっていく感じですね。はあ、すごいな、20 わあ。この牛舎での牛の飼い方っていうのは何か、沖縄だともうそれぞれのオーナーさんが、はい、牛主がね、牛舎を持ってるっていうイメージですけど、はい、新潟おじやの場合は共同牛舎ですか？あ、共同牛舎もあるんですけど、はい、まあ、まだおじやの方だと本当にもう各家の本当にもう中というか家にもう牛舎が、自分家の牛舎があって、まあ1頭持ってる人も、1頭2頭3頭持ってる人もいたりとか、そういう飼い方してますね。へー、面白い。まあね、それ自分で牛が飼えないって人はね、それ共同牛舎で牛預かってもらって飼ってる人もいるんですけど、おじやのちょっといいとこって多分そういうとこかもしれないですね。まだ家にこう牛を持って、はい、かわいがってるっていう、お家の横で。そうですね。例えばこれがまた職業ね、沖縄とフルゲンモータースとか、はい、なんか車屋さんが牛を飼ってる、はいはい、向こうの場合はどうなんですか？このおじやの場合は職業さまざまですか？さまざま、あ、です。あとやっぱりこっちの方って、はい、こっちの牛のこのおじやの牛が入ってるとこって、こう錦鯉がすごい有名な場所なんですよ。ああ、鯉、はい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 、鯉が、だから鯉屋さんが非常に多いです。へえ、はい、あ、なるほど。はい、7割8割はなんか鯉屋さんが関係の、そんなイメージがありますね。あ、鯉飼ってる方がさらに趣味で牛もやってるっていうイメージですか？そうですね、はい。はあ、はあ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 、お金のかかる趣味ですね、またね。そうですね、鯉も一匹、もしかしたら牛より高い鯉って言いますからね、うん、普通にね。そうですね。でも皆さんね、きっと鯉はもうご商売でやられてるんで。あ、なるほど、商売でやって、はあはあ、そう、牛はもう可愛がってね、趣味で皆さん角突きでやられてますよね。角突きで牛が出る年齢って大体何歳ぐらいから出られるものですか？もうそれは完全に決まっていて、はい、3歳からのデビューすることができます。あ、決まってるんですか？3歳からって。3歳からデビューです。もうそれ決まってますね。はあ、すごいな。
や、はい、やっぱあのね角突きのかっこよさはこう、ええ、途中で牛を分ける時のあの迫力すごいですね。そうですね、やっぱりそこがやっぱりこっちの魅力なんだと思います。やっぱり沖縄のやっぱりこう勝負付けのね、はい、するっていう闘技はもちろん面白いんですけど、うん、やっぱり引き分けだからこそやっぱり牛もですね、はい、この負けを知らずにこう、うんうんうん、負けた思いをいい思いをして強くしていくっていうのがこっちの角突きなんで。だってあれね、牛を分けるときにもお互いの闘牛士のこの瀬古の呼吸を合わせてやらないと、そうなんです。どっちかがねそのまま攻撃して腹取りにつながったりする場合があるってことですもんね。本当そうなんです。もう信頼関係がなくしてできない闘牛ですね。いや僕ねカレンダーで何かで見たのかな、はい、もう瀬古さんが、もう倒れながらも鼻を掴んでるその右手だけは離さずにぶら下がった状態とか、はい、それでも鼻を離さないみたいな、もう、ね、あれかっこよかったな、あのカレンダー。あ、ありがとうございます本当に、はい、すごいな。沖縄からの、はい、導入された牛っています？います、います。お、何がいます今？今は、俺ちょっとこっちの名前でしかわかんないんですけど、はい、今沖縄の牛って、あのモンベールとモンベイ、ヘドナウシマル、ヘンドナウシマ ル、はい。あ、そっか、ヘンドナウシマルはおじやにいるんですか？今おじやです。へ、今モンベイっていう名前のシコナで、はい、今、はい、はい、こっちで活躍しております。うわすげえ、ヘンドナウシマルが、ヘンドナウシマルって、だってあの沖縄ではもう、ね、はい、最強の東証ハヤテを、あ、倒したから、そうそうそう、そうよ、ね、お話を聞いてました。はい、6年間負けなし18連勝の牛の連勝を止めたということで注目されたこの牛が、そっか、おじやなんですね、ヘントな牛丸は。そうです、おじやにいます。はい、あの牛もでも言ってもまだ年齢もそんなにいってないか、ね、まだ若いですもんね。今 10ですかね、10歳ぐらい、ね、それぐらいですもんね。そうですね。どうですか戦いぶりは向こうでの。ね、やっぱりね、最初ちょっとどうしてもやっぱり同じ闘牛でも、うん、なんていうかね、こうやり方とか人の環境とかでちょっと戸惑ってた部分はあったんですけど、うんうん、はいはい、でもやっぱりあの南の牛っていうのはやっぱりおっかないですよね。それは本当に思います。あのやっぱりこう勝負師というか、あ、もうここだと思ったらタイミングを逃さないというか、そういう怖さがあるなと。とどめを刺しに行くことに慣れてしまってるんですよね。もうそうですよね。やらなきゃやられるっていうところのこの勝負感とかが、でもやっぱりああいう牛がいるとこう見ててもすごい緊張感ありますし、はいはい、やっぱりこうね、あの、まあ、越後というか、まあ 南部牛対そういう沖縄の牛っていうので、こっちも見ててこうね、言いやすくてお客さんも分かりやすいですよね。はい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 、いや面白いな。でも沖縄も今はね、岩手新潟から子牛の時に導入されてる牛っていうの多いですもんね。そうですね、まあもうほとんどがそうですね、うん、やっぱ全頭一、特にあの重量級でチャンピオン取る牛っていうのは岩手さんがやっぱ多いような、ね、岩手新潟、あ、そうですよね、やっぱり、そう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 、はい、大きいですからね、大きい、そうですね。いやこの周りにいる方々は今どんな状況で聞いてるんですか？もうみんなそう、なんか5人ぐらいいるんですよね。おい、増えて6人になりましたねえ、まさか酒は飲んでないですよね、まだ皆さん。あ、飲んでない、それはまだまだ、はい、ちなみにでもし、ね、はい、お酒で美味しいもので何があるんですか？お酒の美味しいのはやっぱりこっちは日本酒がすごく美味しいね。あの伊波さんに確か一度お送りしたお酒なの、はい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 、あれとどうでした？いや、美味しいです、やっぱりね、あの日本酒とかもう米に関してはもう絶対買えないですよね、はい、もうそうですよね、うまい、いやでもオリオンビールもすごい美味しかったですよ、本当に、やっぱ、ね、はい、その土地に合わせたなんか美味しい飲み物ってあるんですよね。そう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 、そうです。もし、いや、もしよかったら、はい、あれどうですか、今ちょうどこうね、あの牛餅とかそのね、若手のちょっとこう会長とかもいたりするんで、もし誰かおすすめの方いたらお願いします。いたら、はい、じゃあちょっと待ってくださいね、はいはいはい、じゃあちょっと若手で、はい、最近牛を持ったばかりのちょっと若手がいるんでちょっと変わらせてもらいますね。 お願いします。はい、もしもし。あ、もしもし、すいません、どうも、伊波と申します。どうも、星野裕太です。星野さんですか？星野さんです。あ、星野さん今おいくつなんでしょうか？23歳ですね。23歳、はい、出身は新潟？そう、新潟の、新潟です。お、新潟、はい、なんか今話によると最近牛を持たれたということで、はい、そうですね、
今年の2月に今年の2月に牛を買って、はいはい、で牛持ちになりました。もともとはそれまでは牛というのは何かやったことあったんですか？まあ瀬古でやったのが2年前から瀬古でやり始めて、はい、あそれで今年に牛を持つことができました。とうとう自分の牛を。はい。あ、名前は何て言うんでしょう？名前は家の屋号で田中って名前です。田中。田中どういう字書くんですか？田んぼの田に中です。はい、そのまま普通なそのままです。田中さんの田中ってことですか？田中さんの田中です。へえ、牛の名前に。はい。何歳なんですかこの田中は？田中は今2歳です。あ、じゃあまだデビューするかな。まだデビューじゃない。はい、はあはあ、そうです。何色なんでしょう？赤です。おお、赤牛。赤牛です。どういったところが気に入ってこの牛買ったんですか？いやー、なんか顔がすごい好きで。おお、大きいですか？お、いや多分わりかし小さいと思います。あ、いやー、今後あと1年後、ま、楽しみですね。はい、すごく楽しみですね。すごい。え、でも牛を飼う前に施工から入ったってことですよね？はい、そうですね、施工はやってました。モグランはおじやの施工というのは独特の何か発声みたいなのやってるじゃないですか。あれなんて言ってるんですか？ヨシタワですか？あー、ほう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 。皆さんヨシタワって言ってるんですか？ヨシタワって言ってます。あれ何かどういうタイミングで言うとかそういったのあります？いや、ちょっとその辺はまだやったばっかりなんでわからないですね。なるほど。じゃあこれね、はい、今皆さん周りに瀬古さんもいるんですよね？はい、今います。ね、僕ちょっとじゃあ無茶なふりをしますけど、みんなで一回このね、はい、新潟の瀬古のこのヨシタっていう掛け声をちょっと、はい、今沖縄でラジオ聞いてる人に聞かせたいんですよ。はい、お願いしていいですか？みんなにですか？そうそうそう、みんなで。もしくは、はい、星野さん一人でもいいんですが。あ、みんなで。みんなで。おお、はい、これ聞かせてもらいたいですね。新潟ならではの、はい、はい、あ、じゃあせーので。はい、お願いします。いきますよ。じゃあそれではせーの。あ、すいません、もう一回いきます。はい、せーの。のよっしゃー。おおおお大丈夫です。おお、いいですね。みんな声揃ってるのはいいですね。はい、いやー、なんか皆さん仲の良さが伝わります。はい、しのさんのこれからの目標についても最後聞かせてもらっていいですか？目標ですか？うん、そうですね、まあまだ若いんで、うん、どんどん活躍できるように頑張りたいと思います。ちなみにお仕事は何をされてるんでしょう？お仕事は鯉屋さんです。あ、鯉。はい。あ、やっぱみんな、錦鯉っていうんですか？錦鯉。はあ、え、この仕事で鯉を育ててる方って大体何匹ぐらい飼育されてるんですか？何匹って、もう何匹どころじゃない、もうなんかすごい数ですよね。何万とか、何万匹とか。なんか呼び名がいろいろあるじゃないですか。人気の、はいはい、人気の鯉っていうのはどんなものなんでしょう？やっぱ白、うん、赤白の紅白じゃないですかね。ああ、そっか、僕はクモン流っていう名前しか分かんなくて。おー、分かります。いましたよね。そうそうそう、はい、いました。牛の名前にも使われてたから。はあはあ。これって鯉って見分けるとき、はい、とってもいい鯉、はい、もうなんかなんていうんですかね、優等賞とか何かコンクールで選ばれるような鯉っていうのは、僕ら素人が見ても、はい、おお、やっぱ綺麗だなっていうの分かります？分かりますね。そういうのは綺麗だなと思います。ちなみに言うと、はい、いい鯉だと1匹どれぐらいで取引されるものなんでしょう？はい、いやー、その値段はどうなんですかね、うん、あんまりわかんないですね、僕は。仕事でやってるんですよね。はい、まあ、高いのは本当に高いんじゃないですか、何千万とか。おお、すごい。すごいなあ。じゃあ今度来年またサミットがもし開催されるようであれば、はい、闘牛だけじゃなくぜひ
この恋の、はい、ね、見に行きたいですね。そうですね、ぜひぜひよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。すみませんね、はい、長い時間。金島さんにじゃあもう一度変わってもらっていいですか。はい、はい、もしもし、すみません、はい、木島さん、楽しいですね、皆さんね。あ、はい、ありがとうございます。いや、ありがとうございます。やっぱみんな恋やってるんですね、恋。そうですね、はい、多いですね、やっぱり。はい、いや、じゃあこれからもぜひ、ね、はい、よろしくお願いします。いや、こちらこそよろしくお願いします。また私も機会があれば沖縄闘牛また完成させていただきたいと思いますので。いや、もう僕らもね、ぜひ、はい、でもこういうふうに沖縄で活躍していた牛がね、違う県で頑張っているという話を聞くととても嬉しいので。あ、ありがとうございます。情報を聞かせてください。はい、わかりました。はい、すいません、皆さんにもよろしくお伝えください。はい、すいません、ありがとうございます。はい、どうもありがとうございました。はい、失礼します。おお、すごいな、もう20分近く喋ってました。小千谷の闘牛、そう、今年全国闘牛サミットが開催されていれば小千谷だったんですよね。新潟は小千谷とこの山越分かれていますが、小千谷の闘牛。そっか、ヘンタナ牛丸がいるんだ、小千谷には。で、先々週電話をつないだ山越の方には元の雷神八草とかそういった牛がいるんですね。あと何だっけ、南部牛王とか。はあはあはあ、おじやにはヘントな牛丸、向こうで活躍してる姿見てみたいですね。ぜひ皆さんも、ね、何か機会がありましたら新潟越後の闘牛見に行ってみてはいかがでしょうか。21試合やったということで、またこれは本当にね、瀬古がこう後ろ足にロープをかけて、そして鼻を取って引き分けにする、この分ける時のあの迫力がまたたまらないんですよ。はい、ありがとうございました。さあ、今日はいろんなワイド節をおかけすると言いましたが、今度お届けするのは平良梢さんのワイド節、いきましょう。やい、さあ、番組生放送でお届けしております。今日はね、じゃあもう一方 お電話つなぎましょう。先ほど新潟でしたが沖縄です。久々にこの方の声を聞きたいと思いまして、はい、よかつ闘牛組合、あーいやでおなじみ赤嶺豊さん、1ヶ月ぶりぐらいかな、久しぶりですね。行きましょう。お、繋がらないぞ。赤嶺さん、まだ電話つながらないですね。もしかしたら何か牛の世話をしているとこかもしれないですね。はみ上げてんのかな。7時40分後でかけていきましょう。赤嶺さん、ちょっと待っていてくださいね。どれぐらいでかけ直してくれるかな。あ、さっきの錦鯉の話で来てたのが、調べたらですね、最高値が紅白の鯉のことかな、一匹2億300万で取引されたこともあるという。ほう、鯉一匹、2億300万、2億ですか。はあ、すごいですね。いや、新潟行く楽しみが闘牛以外にもありました。お、赤嶺さん来ましたよ。取ってみましょう。あ、もしもし。もし。はいはい、すいません、赤嶺さん、どうも。こんばんは。はい、なんで1回で撮ってくれなかったんですか。今草入れてたからよ。草入れてた。そう、目の前にいる牛は何ですか今。牛、白雪。うん、白雪。おー、どうですか、もう牛もなくて暇でしょう。暇だね。でもなんか、うん、よく闘牛場に牛持ってってません、日曜日。うん、連れてってやっぱり運動とかをさせとかないとあれかなと思って、うん、今、現役は白雪と何がいます。ビリューと、ニト。あ、ビリュー。うんうんうん、ビリューって年齢もう12歳ぐらいにならないですか。12歳ぐらいになるよ。なるよね。はあ、すごいな。相変わらず、うん、なんか牛舎の
なんだろう、平均年齢高いですよね、毎いつもね。高いや。必ず10歳オーバーいるよね、必ずと言っていいほど。すごいやさ。だけど頑張ってあげるからいいさ。ね、いや本当にね、また頑張る牛が多いんですよ、あんなね。あのそこら辺の若牛には絶対負けないぐらいの強い気持ち持ってるから。だからね。素晴らしい。あ、そうだ、僕さっきね、あの聞いたんですよ、大城秀治さんからもう聞いたんですけど、なんか、赤嶺さん出世したみたいですね。笑わそう、いや笑わそれ。なんか出世されたみたいですね。これ昨日決まったんですか？これはいつか、金曜日に、金曜日先週。いやいや、さっきたまたまあのよかつのね、ライジングループの秀治さんに別の件で電話をしたら、あ、そういえば大使面白い話があるよということで、なんと赤嶺豊さんがですね、はい、よかつ闘牛組合組合長に就任しました。お大変なってるさ。組合長になるの初めてですか？初めてだよ。あ、そう。そうなんだ。あ、今までいろいろね、歴代の先輩方がやってきたことをとうとう、まあ、赤嶺さんだからね、継ぐわけですね。頑張っ、あ、早速なんか明日ね、うるまして集まりもあるみたいですよ。だからよ、うん、あるなら強って。あ、そうか。じゃあ後で僕の SNS でも回しときましょうね。もうよろしくお願いね。よかつ闘牛組合長に就任しましたって言って。あ、すごいな、おめでとうございます。いやいや、おめでとうなのかな、大変でしょうね。まとめだからや、もう頑張っていくしかないさ。あ、みんなにお願いしながら、ね、これから大会も運営もしていかなくちゃいけないですしね、後ろ組み方も、うんうん、あ、よかった。いやー、素晴らしい。今、え、よかつ組合って何人ぐらいいます？20名ぐらいいないから、20何名って言ったはずよ。あー、結構でも多いですね。うん、案外多かった。で、またね、いつ大会ができるかがまだわからないから。うん、もうこれまではみんな頑張っとこさ。ね、やっぱり、うん、もうみんな大変大変言ってるでしょ、もう。ファイトマネーも入ってこないし。うん、楽しいからってるさね、うん、楽しみもなくなってしまったから。だって今の状況ではもう仕方ないさね。1月からやってないわけですよ。1月から、うん、1月からずっとやってないっすか、ね、いや本来であれば白雪もね、3月の弥生ダービーも楽しみにしていたし、うん、もしかしたら全頭での活躍っていうのもね、期待してたけど。だからね、うん、それはもうみんな一緒だから、みんなで我慢してやるときにみんなで盛り上げたらいいんじゃない、もう、うん、でも、うん、組合長になったんだったで、周りからはいっぱい、いつ大会やるかって言われるはずね。いや、あの、ミミさんやっとこ。いや、久々にね。でもこの間、徳之島の子供たちに電話インタビューしたら、うん、徳之島の子供たちも、うん、赤嶺豊さんのモノマネするんだよな、みんな。もう大変になってるよ。大変になってるね。いや、大変になってる。もう、これ帽子は普通にかぶれなくなってるよ、ずっと。この間、たまたま闘牛場行ったら、日曜日、なんかあの練習試合、稽古の時は帽子かぶってることが多いですね。やっぱちゃんと聞かない、これ以上は聞かないで。ちゃんと髪セットしていかないとみんながっかりするはずですよ。はい、すいません。そう、また言われます、あ、昨日飲みすぎたんですかって、やっぱり。もうあれすごい噂になってるね、みんな知ってるよ、赤嶺豊が帽子かぶってたら二日酔いの証拠っていうの。もう大変だってるさ。いや、面白い。いやね、もうみんなでまた大会がね、いつか再開できるように頑張っていきたいです ね。はい。え、じゃあ今2頭だけですか？うん、今は2頭だけ。ああ、そっか。じゃあ、え、子牛もいない？うん、子牛もいない、いない。ああ、この2頭だけか、うん。でも白雪もね、なんか早ければ今年ね、
何か大きい勝負してくれるのかなという期待をしてたんですが、もしかしたらまた来年に持ち越しかもしれないですね。うん、もうこれまでには頑張っていい調子にさっとくだって、あれでしょ、年変わったらか、来年かな、役払いじゃないの。うん、役払いだよ、来年ですよね。うん、昭和48年生で、本来大会もやる予定ではあるんですよね。うんうん、上り川順を会長に、筆頭にあれやってるから、順さんとか、ちかしさんとか、いろんなメンバーで、近所ちかしとか、うん、みんなこのメンバーで、本当に楽しみにしてますので、うん、ぜひ、はい、もうじゃあ応援よろしくお願いします。いや、お願いします。はい、じゃあ、はい、僕の方でね、アーカムネ豊さん、ゆかつ組合長になりましたけども、いろんな人にもう広めておきますので、もう大変になってるよ。おめでとうございます、いっぱい来るんですよ。靴も履かないといかないのかね。いつも裸足さ、俺最近さ、あのね、アスファルトの上裸足で歩いてみたわけよ。あれよく歩けてるね、赤嶺さん。あれで、だからあれだよ、あの無理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 、うん、牛も絶対あろうかしたらダメだよ、もう今は無理、暑すぎてよ。よくこんな夏の前頭とかで歩いてたなと思って、俺びっくりしたのに。待機小屋からドームまで上位無理、あれ話で。いやー、赤嶺さんの凄さが分かりました。はい、じゃあまたよろしくお願いしますね。これから、はい、よろしくお願いします。はい、どうもありがとうございました。はいはい、ありがとう。はい、はいはい、いつも元気な優しい赤嶺豊さん、ありがとうございます。じゃあですね、ここでせっかくですので、もうお一方ちょっと遅れてしまいましたが、宇和島の方にもかけてみましょう。宇和島は昨日ね、愛媛県宇和島です、稽古大会が開催され、お客さんもね入ってたんですよ。宇和島といえば、いつもこの番組電話出演してくれております山田秀樹さん、行きましょう。もしもーし。あー、もしもし、どうも、もしもし、こんばんは。お疲れ様です。はい、こんばんは。大丈夫ですか、今も。大丈夫ですよ。今お家ですか。そうです、お家です。はい、昨日はお疲れ様でした。あ、いえいえ、まあ、ございます。 Facebook 生配信見てましたよ、闘牛。あ、見てました。はい、ちょっと自分が配信してなかったと、息子に任せてたんで。あれ、息子さんが撮ってたんですか。そうです、そうです。あの、いつもブラックバス釣ってる。そうそうそう。あ、そうなんですね。いや、やっぱあれを配信は結構見てる人いたと思いますよ。面白かったです。あ、そうですか。なんか宇和島の方でも、うん、市の方でも、なんかライブ配信はしてたみたいですね。あ、YouTube かな、じゃあ。多分だったと思います。僕も闘技場行ってその話聞いたんで。へえ。はい。あ、そうか。で、昨日。で、なんかテレビ、うん、はい。あ、じゃあちょっとまだその動画残ってるかもしれないですね。そうですね、はい、見ていただければと。昨日は一般のお客さんは無料で招待したんですか、あれは。無料招待ですね。はー。で、全然告知もしてないので、一応昨日の朝のうちにちょっと宇和島東京のホームページの方を開いてみたら、一応ホームページでは、うん、あの12日のその稽古大会は一応開催しますっていう感じでは一応載せてはいましたね。おお。なので、お客さんがある程度あの入ってたんだと思います。へえ。何試合やりました、稽古。10試合ですね。あ、10も組んだんですね。10試合。はい、はあはあ。で、一応一番最初にちょっとアトラクションで、あの、ジャージを買ってる人がいて、うん、で、これをちょっとアトラクションでさせたんですけど、はい、うん、結構面白かったですね。やりました、このジャージーは。このジャージー、また角も寄せて、いい感じの、とか、角になるんじゃないかっていうくらいの角で、角で。え、何歳ぐらいの年です？これ1歳、2、3ヶ月くらいですね。あ、もう完全にじゃあ闘牛に育てていこうという牛なんですね、このジャージーは。いう牛なんですけど、はい、
いや、多分将来的にはそうじゃないと思うんですけど。どっかで去勢するんですか、もしかして。じゃない、でも今の時点では去勢してないので、普通だともうしてるはずなんですけど。ね、はいはい。うん、あ、一応じゃあ昨日は試しにどういう喧嘩をするかっていうことをやったわけですね。そうですね。はあ、はあ、はい。いやー、でも昨日あの何だったっけ、二頭掛けもやってましたね、昨日ね。はい、あれ自分がまかないしてる二代目のアラジンセブンって言いまして、あのパンダ、はい、そうです、そうです、はい、パンダ牛に対して対戦相手が若牛だけど1対2の勝負になっているっていうのがなかなか面白くてですね。そうですね。あんな対戦あるのかっていうぐらい一頭の牛に対して両サイドから攻められるという、あれはあれが あのあれです、アトラクションで、あれがアトラクションが、はいはいはい、そうそうそうです、そうです、そうです、いやなかなかね、まあ相手が子牛だから大人の牛は遊んでましたけど、そうですね。会場みんな笑ってましたね、あれね。まあアトラクションにはもってこいのやつじゃないですか。そうですね、やっぱああいうのもあればちょっとお客さんも喜ぶし、うん、でそういうのがまた噂で広まれば、はいはい、小さいお子さんからその若い世代までこうみんな来てくれるんであればいいのかなとも思うところですね。なんかでも昨日見ると結構幅広い年齢層お客さん来てたように思えたんですよ。そうですね、まあ自分の息子たちも含めてなんですけど、はい、小学生の、まあ、子連れの家族とか、うん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 、まあ若い20代のお客さんもちょこちょこいましたね。おで、これが昨日稽古やって、来月8月ですか、お盆に合わせて大会やると。はい。はい、それはもう正式な大会なんですよね。うん、もう8月の14日、お盆大会からもう完全なる正式な大会で開催します。いいっすね。で、横綱戦も、タイトルマッチも行われると。はい、タイトルマッチが中量級、重量級、ダブルタイトルマッチですね。あーね、今のチャンピオンが沖縄で活躍していた徳勝龍ですね。徳勝龍、はい、徳勝龍の防衛戦ですか。そうです。あでも徳勝龍もあれ長い間試合離れてないですか、宇和島で。最後に宇和島でもう一昨年ぐらいですね。ねえ、だいぶ空いてますもんね。1年半から2年弱ぐらいはさせてないですね。ああ、ちょっとじゃあその試合感覚がまあ気になるところでありますが、まあ、そうですね、年齢も年齢なんで、うん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 、うん、まあ故障がなければ大丈夫であろうとは思うんですけど、うん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 、どうしても普段のまかないでちょっとしたミスで故障がどっかに故障したりすると、はいはい、またちょっと年齢がもう結構年配になってるんで治りにくいところとかもありますよね。はい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 。まあ近場にいないのでちょっと牛が見れてないので、またそしてこれがね、夏の試合というところがね、そうですね、気になるところでありますが、はい、ですね、はい、ありましたね。まあ7月はこの和礼大祭も、いやね、祭り自体もなくなって皆さんちょっと楽しみが一つ減ってるかと思いますが、そうですね、まあもう8月の闘牛大会でね、その思いをもうこれをもう視野に入れて、うん、もう僕らもそっち向いてるんで今、うん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 、はい、牛もまあ自分たちの賄ってる牛もちょっとまだ組み切れてないので、うん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 、まあ組めれるようには話はしてるんですけど、まあ牛自体の調子はもう落とさないように毎日こう賄いをちゃんとしながらとは思ってます。昭和無敵は組む予定ですか。フェイスブックで僕も上げてたんですけど、足を今痛めてるので、うん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 、これが治ればですけど、あ、様子を見ながらということなんですね。うん、そうですね、うんうんうん、治ればもう組みたいなとは思ってます。わかりました。じゃあまたそういった情報もぜひ SNS で、はい、またね、発信してください。はい、はい、お願いします、はい、またね、ブラックバスもいいですが闘牛ももう最近行ってないですよ、もう。そう、一時期もう闘牛の投稿あるかなと思ったらずっとブラックバス釣ってるから。闘牛再開できないからもう何もすることなくて、もうずっとブラックバス釣りに行って。もう結構楽しみにしてますので、はい、はい、ありがとうございます。はい、すいません、ね、はい、すいません、いつもありがとうございます。いえいえ、ありがとうございます。はい、失礼します。はい。
はい、宇和島。そっか、8月にまた大会が行われるということですね。14日お盆闘牛大会。さあ、伊波大使の闘牛レッスン、今日は、新潟おじやにかけまして、そして赤嶺豊さんも出演、そして宇和島にもお届けしました。また来週もいろんなこういう県外各地のね、あと県内の闘牛情報をお伝えしていこうと思っておりますので、皆さんどうぞ聞いてください。さあ、この後8時からも生放送ですよ。スタジオには入った小杉さんです。はい、こんばんは。はい、こんばんは。あれ、あのターバの人がいないですね。畑が忙しくて熱中症かね。間に合うのかな、分かんないです。あと2分で番組始まりますけど、雅也さん、今日テーマ何でしたっけ、ね、今日は夏の風物詩。お、夏ですね、うん、なので今日ちょっと夏の歌もかけていこうかなと思ってますので ね、皆さん、うん、夏に関するメッセージお待ちしております。はい、お待ちしております。さあ、闘牛列戦、この番組はやら闘牛ビデオ、居酒屋牛心、プティフール、おでん大吉、上村酒造、菊原工務店、徳之島居酒屋よいよい、株式会社伊波重機各社の提供でお送りしました。ビーバーラジオ、ヘイアイ、ヘイアイ、はい、サイワイドワイドワイド。はい、皆さんこんばんは、今日は7月20日月曜日です。時刻は午後7時を回りました。伊波大使の闘牛列伝の時間です。さあ、この番組は沖縄伝統の文化、闘牛牛折らせについて語っていく闘牛バラエティ番組。パーソナリティは沖縄唯一の闘牛実況アナウンサー伊波大使がお届けしていきます。どうぞよろしくお願いいたします。もう7月です。もう7月ももう終わろうとしておりますよ、1月5日成人祝い記念大闘牛大会を機に、もう闘牛もずっと自粛お休みしております。もう半年ですよ、半年闘牛大会を見ていないという皆さん、もどのように生活してるんでしょうか。まあ、昨日一歩前進だと思ったのが、闘牛ではありませんが、うるま市石川多目的ドーム、通称ドーム闘牛場と呼んでいますね。そこで昨日イベントが行われました。牛ではないですよ、なんとボクシングイベント、平中ボクシングジムスクール主催で行われました無限挑むというイベント。まあ、これまでは冬の時期などにね、開催していたそのイベントを夏にやろうと、おそらくコロナがの前からずっと計画していたと思うんですよね。今までは冬の興行イベントとして石川多目的ドームでボクシングやってましたが、夏の興行イベントで、ただこのコロナ禍の中で、さあどうやってこれ、もしくは俺中止になるのかなと思っていたら、なんと実現しまして、昨日僕も見に行ってきました。で、今後ね、まあ闘牛もいつからやるんだとか、やってくれないんですかとか、いろんな問い合わせもあるんですが、まあそれをやるには、おそらく、まあ、ソーシャルディスタンス、あとは入場前の検温とか、あと住所氏名などの連絡先の記入など、やっぱそういったところをクリアしなくちゃいけませんよね、コロナ対策。昨日非常にこのボクシングの興行勉強になりました。はい、入るときにはもちろん検温するし、その後チケットの裏面には連絡先と名前を記入して、それを提出。あとはこのベンチもですね、ボクシングのものに関しては 1.5 メートルの間隔を空けて座るように調整されていましたね。はい、で、昨日入れたお客さんが確か350人程度、うん、それでもね、間隔を空けると、あー、ここまで幅を使ってしまうんだとかいうのがあったので、闘牛をもし今後再開するにしても一体何人入れるのかね。じゃあそれ以上のお客さんが来た場合にそれをどうするのかとかね、1000人って入場制限決めてしまった時に、じゃあ1001人目からどうするんだとか、そのまま返して、もちろん返すしかないんですけど、もちろん苦情も来ます。だったらそれの対応として前売り券にするのか、じゃあ見れなかった人は本当に見れないのか、動画配信の活用とかですね、いろんなところをやっぱり模索しながらみんなで案を出していかないとちょっと厳しいのかなという感じもありましたね。はい、昨日はまたうるま市の、商工観光課の方々も来てですね、今度の闘牛再開に向けて、
ドームの使い方というのをみんなでね、学んだ非常にいいボクシングイベントでした。また最後の試合もね、KO シーンなどもあってボクシングの大会そのものも楽しむことができましたよ。さあ今日のこの番組、また闘牛大会の情報はありませんので、いろんな牛主の方々に電話インタビューをしてお届けしていこうと思っております。まあ今のところ、軽量級チャンピオンを所有しているライジン牛舎、今日は7時15分頃にライジン牛舎に電話をつなぎます。そして7時30分頃からは久しぶりですね、はい、中量級チャンピオンを持っているフルゲンモータース作川正秀さんに電話インタビューしていきますので、皆さん楽しみにお待ちください。さあ伊波大使の闘牛列伝、この番組はやら闘牛ビデオ、居酒屋牛心、プティフール、おでん大吉、上村酒造、菊原工務店、徳之島居酒屋よいよい、株式会社伊波重機各社の提供でお送りしていきます。そうだ、もうね、曲もいろんな牛の曲ばっかりかけてきましたが、もう夏なのでちょっと牛にこだわらず夏ソングをかけていきましょう。おお、じゃあ沖縄の夏ソングといえばね、もういろんなイベント、夏のイベントなくなってきてますね。夏のイベントといえば僕の中では沖縄ディアマンテスです。いきましょう、ビバ夏の色。やい、さあお送りした曲ディアマンテスビバ夏の色をお届けしました。伊波大使の東急レッスン8時まで生放送、この後 CM 挟みまして、19時15分頃かな、15分過ぎには、はい、ライジングループライジン牛舎に電話インタビューしていきますよ。ここでコマーシャル。いやい、さあ伊波大使の闘牛列伝をお届けしております。それではここで、ね、電話インタビューをしていきましょう。お、今日おかけするのはライジングループね、よかつ闘牛組合ライジングループです。まあ現在の軽量級チャンピオンライジン拓磨を、あ、ちょっとこの宣伝もしましょう。そうだ、現在ですね、毎週土曜日朝6時15分から闘牛戦士ワイド2が放送されています。毎週土曜日朝6時15分、この間の土曜日、おとといですね、第3話が放送されました。そこではどこが映ってたかな、アゲナ闘牛場、アゲナ闘牛場でのワイドの戦いがありましたね。でその他に映っていたのはアゲナ闘牛場と、あとはあれか、浦添グスクで、浦添グスクに登場していた牛が、あの時は確かね、ヒューガグループにお願いして、ああそうだそうだ、ヒューガグループにお願いしてあれがありましたね、銀龍又三郎かな、あの時登場していた牛は。はい、パート2でも県内あちこちの宇滝や、うん、各場所で牛が登場するシーンがありますのでね、まあ、闘牛好きの方はワイドのドラマというよりも、なんかどこで牛が登場するのかとか、そういったところに興味を持ってみると面白いかもしれませんね。でその闘牛戦士ワイドの中で、主人公ワイド、人間の時の名前がセイヤ、そしてダチョウ倶楽部の肥後さん、役名はヨシオさんが飼育している牛で、そこの牛舎がライジン牛舎であり、ドラマの中でのトガイという役がライジンタクマ王なんですよ。ドラマでもね、いい演技するんですよ。最後のエンディングシーンで散歩のシーンとかね、あとこれから後半になっていくと飼い主との別れのシーンとか、はい、でその時に、ライジン牛舎には大変お世話になりました。そしたら昨年の8月夏の全島闘牛大会において、なんと当時のチャンピオン2代目姫売り55を下し、見事新王者に輝いたわけですが、初防衛戦では宝山を下し、まあ本来であれば5月の全島闘牛大会、いやもしくは早ければ2月の旧正月大会でもタイトルマッチの噂があったわけですが、なかなかもう都外の試合を見ておりません。それではここで電話つないでいきましょう。おー、ライジン牛舎、今日はね誰が出るんだろう。グループの長は大城秀治さんなんですが、向こうはねライジン有志会というグループですので、今日は誰が出てくれるんでしょうか。大城さんの携帯にかけています。もしもし、あれ
これは、はいはい、大城秀治さんではないですね。これはライジング司会のもしかしてこれはそうですよ、さき原さんですか。さき原保さん、はい大衆もう酔ってるよ。え、酔っ払ってるんですか。え、もう酔ってる。もうなんでですか。え、今場所牛小屋ですよね。もちろんもちろん。あ、牛見てないよ、もう海見て酒飲んでるいや確かに、でもライジン牛舎といえばね、高台になってまあ見晴らしいですからね、あそこね。もうでも今日暑いな。暑い、うん、今日風が逆なってるから暑いわ。あ、でも俺さきはるさんと喋るのも久しぶりかもしれないな。そうだね、闘牛がないからね。ね、合わないですね。うん、もう会う機会もないからね、本当に。だからいつもライジングループの皆さんはあの放送席の左後ろ側に座ってるから、いつもねそこで会話して、闘牛場では。そうだね、あ、もう本当にね、もういい加減にしてほしいんだけど。だからねだってもう本来であればね、で雷神たくまをタイトルマッチ2月の大会にも少し話し合ったんじゃないですか。はい、ありましたね。九州の大会にあったし、ね、それは一回コロ、うん、あ、トンコレラの影響で流れて、そう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 、でじゃあもう全頭だと思ったら全頭も流れてで、そうだね、春の場合は調整入って2日目入ったぐらいだったかな、調整。あ、もう、軽量に向けて体重を絞り出した時だったんだ。うん、もういろいろもう調整始まってたから。はい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 。その2日後に中止の通達が来て、あ、っていうと、もうそのまま、だからね、もう調整がなければいいんだけど。そうだね、どうしてもタクマオの場合は、ね、850以下に絞らんといけないから体重落とすんだよね。そうなんだよね、うちの場合もう中量級、軽量級のもう宿命だと思うんだけど、なんやかんやしていて夏まで引っ張って、今度次秋もってなんとかなるかわかんないから、もう本当に。え、いつもどれぐらい体重落としてます。いや、そうでもないよ、まあ3、40とか50いって50まではないな。ああ、本当、あ、じゃあ3、40キロぐらいは、うん、そんなに、うん、それあ、大きい牛じゃないから。はい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 。牛はでもだからね、過去の名牛なんかはもうだいたい50以上としてきてるはずだから、うちはたまたまそこまではないから。なるほど。どれぐらい前から、うん、もう計量の何日前ぐらいから体重絞ってくるんですか。これね、大社のあれだよ、春夏秋違うな、ああ季節で違う。なるほど。一番難しいのはどの季節が難しいです、うん、僕はまだ経験してない春だと思う。あ、そっか、チャンピオンになったのが夏だもんね。うんうん、はあはあ、あ、春はそっか、あの冬で溜め込んだ分の肉を一回落とさないといけないっていうのが、うん、日々の時期も来るじゃない。うん、いいんだけどね、あの本当そこがみんな楽しいんだと思うんだけど、そこからちょっと絞らんといけないっていうのが、そっか、うん、その季節なんでちょっとね、場合がまだ経験してないもんだから、うん、まあ夏は落としやすいけど、うん、まあね、あと戻すのの調整、そうそうそう、そこのまた課題が残るんだけどね。でもタクマ王はまだ年齢的には若いですよね、確かね。うん、まだまだ大丈夫だよ、ね、ほうほうほう、まだ若い時に取ったから。あ、そうですか。今タクマ王はどんな調子になってます。もちろんどこの牛舎とも一緒で、夏を疲れてるよ、もう。そう、疲れてますか。疲れてるよどこの牛舎も一緒でしょ、もう、ね、あとはもう大会特に暑いし。あ、暑いね、もう本当に。いや、うん、もう毎日のあれ草刈りとかも大変じゃないですか、皆さん。あ、もうだから今メンバーで皆さん兄貴たちがもう頑張ってくれて、自分もう見てるだけだから。見てるだけいや、そこのグループでは若い方でしょ。いや、俺が最年少よ。最年少よねあれ、もう先輩方だからみんな。赤嶺さんたちと同級生でした。赤嶺さんは一個上だな、僕より。あ、赤嶺さんたちが一つ上。はあ、うん、一つ上。でもその近い世代ね、余活方面牛飼ってる人多いですよね、キムタカグループとか。そうそうそう、ハエもそう、ハエは一個下だからね。ね、
うん、まあ楽しくなんとか先、うん、帯の帯ではねえけど、うん、先輩方がよくして守ってくれてるから横綱もうまくいってるさ。いや、今あの、うん、牛舎でね毎日この時間になるとみんなね集まってきて酒も楽しんでるでしょうけど、まだあの門限って決まって守ってますかみんな。うん、8時には上がるね。おうちは本当8ね、前聞いたら8時にはもう時間制限決めてから帰るようにしてると。そうそうそう、もうこれだけはもう守ってるよちゃんと。その時間制限を設ける前っていうのはもう10時とか11時ぐらいまで残る人もいたってこと？いや前からそういう感じだった。前は9時だったかな。あ、前、あの前は9時、兄貴たちに、うん、聞いたら9時がメインだって。今上に上がってきたから8時がメインだね。8時か、うん、でもね、あのさっき秀司さんからも来てたけど、あの、うん、ワイドでもね、東急選手ワイドでもね、さっき原さんあれでしたね。役者デビューもして。いやいやいや、もうあの消されてるのが多かったね。そう、実はね、本当はもっと活躍してるんですよ。ね、僕あの言われたのがワイドのパート1で、うん、牛がアゲナ闘牛場まで逃げていくっていうね設定があったんですよ、第1話で。はい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 、どうやってあんな牛を歩かせたかと。うん、牛1頭だけど、どんな人なので走らせたかって言ってるんだけど、あれ実は先頭に先原さんがロープ持って走って牛をコントロールしてるんだけど、そうそうそう、 CG で先原さん全部消されてるんだよね。綺麗に消してくれたよね。綺麗に消されてたね。結構あるよね、いろんなところで。本当はここで先原さん立ってるのに CG でまあ綺麗に消されてるね。うん、いやもう逆に良かったかもしんない。あ、よかった。でも第何話だったかな、誰ワンが会長すんっていうシーンもね。あれもう赤嶺豊さんも一緒だったんだけどな、ドタキャンしよったからね。それで急遽崎原さんにセリフが回ってきたのかな、じゃあ多分、うん、でもう僕は通話出ないからね。もう大変。どうですか、たまにね、ワイドのドラマの影響で牛舎回ってくる、あ、なんかいるみたいな、はい、多いですね。週、特に日曜日はもう回ってくる ね。ちょっと中に入っていく場所だけど、分かるんだね、あそこ。ね、すごいね。ねびっくりだよ。ねだから、あんまりね、大志くんもこっち来たことがあるんだけど、うち隠れてるじゃない。そう、隠れてる隠れてる。でも、来るよ。いや不思議だなぁ。いや、まあ、南部から来た方もいらっしゃったし。はぁ、あ、うん、わざわざね。じゃその度にね、冷蔵庫からお茶出したりとかしながら、すいませんね、そう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 、なんかワイドの影響で飲み物代まで使ってしまって。うん、でも子供たちの顔をね、目を見るともう本当にキラ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 して、うん、はい、もうこっちも元気もらえるから楽しいんだけど。いや今後もね、ぜひ今ワイドもね朝から再放送やってるのでね、え、かね、またちょこちょこお客さんまた増えてくると思う。ね、あとはもう闘牛大会がね早めに再開することができて、ぜひ、ね、都外拓馬の活躍見たいですね。ですね、うちもだ結局ね、もう春夏はもう出てないから、うんうん、そう言っていてもう年取っちゃうし、まあ古毛元孫さんのお龍もそうなんだけど、うん、年取っていっちゃうんだよね。そうだね。うん、戦わずして年取っていくとちょっと不利になっていくから。牛の1年っていうのは人間の1歳とはまた違うからね、この1年がね、うんうん、そうそうそう、そこを、キープするのも大変だし、うん、うん、ね、体調万全にしたいんだけど、ね、調整だからみんなね、ここでね、どうせしばらく大会がないだろうと思って手抜いてたらまた調子戻すのに何ヶ月もかかるからね。手も抜けないし、だからもうあの普通が上等という言葉がいいと思う。本当に普通に持っていくだけで精一杯。はい、とりあえず今は普通、普通が上等、普通に、そうそう、はい、普通が上等です。わかりました。もうね、うん、この後ね、大使もたまには飲みに来てみてよ、もはあの盛り上がってるんだけど、うち、ね、なんか盛り上がってるみたいですね。いやー久々に行きたいな、あっちはね、景色もいいし、うん、ごちそうも出るし、うん、いえいえ、もう、うん、もう楽しみです、こっちが。
今度またじゃあ近く行ったらまたねみんなで酒飲みながらね、トークたい、なんかトークしたいですね。ですね。はい。わかりました。うん、この後ね、一回電話切った後7時30分35分ぐらいかな。うん、今度は作川正秀さん、フルゲンモータースオーリューに電話をつなぎますので、はい、聞いといてくださいね。大使、はい、一つお願いがある。はいはい。僕らよかつ地域はあんまり電波届かないんだわ。アンテナ、僕があのアザのヘシキアの公民館お願いするからアンテナ立てて。あのそう、FM ルーム入りにくい。うん、ここ入りにくいんだわ。あいや、わかりました。ちょっと電波、うん、誰かに言いましょうね、文句を。頑張ってもらうように。流星の赤峰の豊かのところも届かないやつ。あいや、うちも届かない。そうなんだ。うん。はは、頼むよ、大使、聞きたいんだけど。じゃあ、あとは今風にですね、もう携帯でアプリをダウンロードしたら簡単に聞けるっていう方法があるので。うん、あ、そうなんだ。そう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 。ちなみに皆さん、よかつ組合はスマホですよね。うん、ガラも何名かいるよ。なんで、バッテリーよく持つから重宝してるよ。なるほど。じゃあスマホだったらね、携帯で無料でアプリ取れば、どこでも聞けるので。ああ、そうなんだ。そうごめん、分からなかったわ。はい、ぜひ、よろしくお願いします。分かりました。はい、すみません、ね、竹原さん、どうもありがとうございます。いえいえ、はい、はい、じゃあ、またもうちょっと頑張ってください。はい、たくま王の調子もね、普通をキープしててくださいよ。はい、分かりました、はい。はいはい、ありがとうございます。はい、ご苦労様です。失礼します。はい、アライジン牛舎。ね、いいですね。今日は大城秀樹さんではなく、はい、崎原保さん。そうなんですよ、闘牛選手ワイドでね、大活躍ですよ。あちこちで牛を連れて行って牛が逃げてるシーンでも、実は前で崎原さんがロープ引っ張って牛を走らせている。だからいろんな人に言われたんです、特に牛飼ってる人から。え、どうやってあれ牛あるか走らせたかと。本当にね、綺麗に牛がね、一本道を走ってるように見えるんですよ。はい、あれは崎原さんを CG で消してるだけです。はい、ありがとうございました。この後1曲かけた後にですね、今度はフルゲンモータース作川正秀さん、あ、いや CM の後、作川さんに電話つないでいきます。いやーい、伊波大使の東急レッスンをお届けしております。それではここでフルゲンモータース作川正秀さん、現在の中量級チャンピオン、フルゲンモータース王流、今気になるところですよ。まだタクマ王は若い牛なので、1年伸びて、まあ、多少影響はあるでしょうけど、まだ大丈夫。王龍の場合は年齢が年齢なので、牛自体のこの1年休ませるとなると一気に年取っていきますからね。そこら辺聞いてみましょう。作川正秀さんです。お呼び出し中です。わ、いつものやつですね。はいはい、もしもし。あ、どうもこんばんは。はいはい、はい、久しぶり。作川さん、久しぶり。大使、何ヶ月ぶりぐらい、あれ、やっと久しぶり、ね、後ろし、最後に後ろし、いつだったかな。だからね、作川さんの顔、あ、半年ぐらい見てないかもしれない。顔も顔見なくていいけどよ。いや、本当にね、声も今久しぶりに聞きましたね。だからよ、だから最後の後ろし、イライラしたなですね、1月か、うん、いいと。いや、だってサッカーさんはね、本来だったら3月弥生ダービーもやる予定だったんじゃないですか。ああ、だからよ、いや、予定してるけど無理んだね。あれ、夏の前頭ももう多分ダメでしょう。だからこれ、うん、山の状態性にならんどうな。ねえ、収まって、はい、内儀者ナインテンもどうたん、また始まってほしい。うん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 、あ、またもうお正月でしたら無理もりんどしっきのんかい。生が嬉しいね。だからね、これ東牛やるにしてもね、今昨日ボクシングのイベントがあったんですよ。うん、そうみたいね。闘牛場でね、あそこはやっぱりちゃんと入場前にね、体温測ったりとか、あと何名って限られてたでしょ。そうそう、入場制限がね、これはまあボクシング協会の規定で、うん、昨日は入れていい人数が500何十人ぐらいだったはずなんですよ。ああ、うんうんうん、まあ 1.5 メートルの牛は500名生わざならも興行できないのにね、見れなかった人がまた
そこも考えないといけないですね。だから、うん、やって何面地決めても後から来た人は競輪チェーン入れらんしや、ここなんですよ。そうそう、そう、人気があるあの娯楽だからがちょっと困るんですよね、東京の場合は。あ、ここもある。また、まあ、秋から中国でや観光客も来るし、またアメリカン中心、うんうんうん、なデジすんどまた。だからここのね、いや、うん、せっかくやおすまってたのにまた始まってほしい。うんうんうん、いやこうなってできるかなと思ってたのに。ね、やっぱサッカーさんもある程度もう、あ、自分たちの大会のことも頭には入れてました。例えば9月の30日、うん、だけどよ、うん、もうこの人ストップ、もう長らくやってないからよ、うんうんうん、事務局今回や、うん、もう東京大会一発目ですぐ何月でもいいからすぐ全党でやろうな、あれ実装にしたわけさ。ああ、なるほど。安心会長もそれがいい、そう、上等屋さんであれ、はいはい、話はできていたんだけど、うんうんうん、また始まっておくとな、な、また長引くでしょ。なるほどね。こうなってくるとまた牛の調整ね、今チャンピオン中量級は坂川さんとこの王流ですよ。うん、大使が年取っておくと、はい、年はというとか、はい、言ってるけど、はい、あっしゃべんなよ、うん、あの牛へいい調子になってさ、あ、ほんと、また、はあ、へやっぱしよ、はいはい、あのバンジャーと若牛がいるさ、うんうんうん、バンジャーはよ、はい、家ゆくらしいね、また太ってまたあのあれやん、なるほど、体調的に上等るないしさ。あ、じゃあ王龍にとってはね、あ、そっか、うん、今まで年に3回試合やらなくちゃいけないけどね。牛に俺はたんわにや、うん、な、ひち牛引きは俺してるさ。はい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 、いへ、ゆくゆくしてます。なるほど、これは王龍にとってはじゃあ今ある意味良かったわけですね、この休みが。うん、まあ、そう思う、うん、はあ、その代わりまたたまにあの稽古場とか入れるさ。うん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 、うん、もうそんなこんなこまして無理させないようにやっていただよ。はい、うん、大丈夫よ。はい、まあ、チュン、チュン牛よ。はい。上等。ニチョン。チュンワタン、ワニヒチウショウロ調子や。ワタンナ、バンジャーナティナ、イヘユクイシェマシンでも。ウシン、チュンイノムン。作川さんにとっても、このいい休みになってるんですね、じゃあこれは。いやよ、いいよ。俺はしゃ、もう何十年も、シッチも、ケンカしてるさ。な、ヒチ緊張、何十年も、ヒチな緊張、緊張しな、心情。予定しやってるさ。はい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 。心情のまゆくらちや。体調が教え順にありろ。たまにゆっくりしまし。あ、そっか、作川さんの場合はまだ常にね、タイトル待ちとか大勝負ばっかりしてるから。もうしょっちゅうさ。それをもうね、30年以上ずーっとやってきてる、ね。ずーっとして。やらびるようによ。はいはいはい。な、あの、歌姫いるアジリアね。はい。わもん、課長の試合日系、あの、DVD 作っとるさんなって言ったわけさ。はいはいはい。あ、それ、作川さんものは150人100試合ぐらいあるならさとか、人の打点かけんとか言われて断られてよ。おねえ、打ったこと考えてや、ビデオが作るすがやと思っていたね。あ、ものを作るさんで。面白いね、フルゲンモータースの勝ってる試合だけを集めたら、これ面白いかもしれんね。うん、作らそうと思ってるけれど。うんうん。あら、まあ、150か200試合ぐらい勝ってるのがあるはずだからね。あ、 なあ、 あんまり渋さはね、藤井たちさ、はい。でもなんか、大勝負だけだったらもっと絞れるんじゃない？いや、あの無論大勝負の足が。だあ、困るね、これはまた。フルゲンモータース特集いいな、いいですね。やめて作らそうかなと思う。いや、あ、始まったよ、勝ってるの試合だけだったらいいやん、ベアンバーヒッチンチン。はい。確かにね、もうあの2、30年前ぐらいのタイトルマッチとかぐらいから見てったら、いやことや、あは、うん、それいいですね。大使作れはもうみんなでなんか過去を思い出しながら、こんな試合もあった、これも、これは入れたいなって、なんか20試合だけとか30試合に絞るとかして面白いかもしれない。やんどや、うんうんうん、50よこれのすごくパッと、足があの昔 の、 あのマガーが DVD じゃなくてのが8取られるのがあるさ、はい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 、あれができないみたいな話してたわけさ。ああ、なるほど。
いやなんか初代の若具邸の時から見ていってとか、うん、そうそういや、ね、面白いですね。面白いとか思ってる。アウンの時代、フルゲンモータースポーの、うん、ゴール機からな、いい牛のジャマンロータンド。ああ本当だね。うん。はあ、はあははあ。あこれもう少しヤラさんに行った方がいいかもしれないですよ。だからや一緒になって、うん、ちょっと出ぬれないの。また今の機会にしかできない。うんうん、生エンバーよ。ですね。コロナ後に。はい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 。コロナ後にルネルナウネル。そうだ、みんななんか闘牛見たくても見れないから、こういうふうに何かの AI! AI! っていう形でやった方が売れるかもしれない、うん、なるほど。また見ても面白いはずだからよ。はい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 。で、うん、だんだんこう作画さんたちが年取っていくのも分かってくるさね。お菓子テイスタジオ、うん、ロクあれさはずよ、はい、昔はあの勝正さんも牛疲れたんだとかね。いやことよ、いやそう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 、あーしかこういうのは面白いね。うん、はあ、はあ、分かりました。いや、うん、あのよ、うん、やっぱしよ、うん、あの終わったバンジャーターはへゆくいし、うん、若かったよ、おろしぶさらおきよ、はいはいはい、うしんおいぶさえんばてまた若うしぬちゃえな、いちおいぶさえバンジャーターなんかえなおちちょせよ、はいはい、別におらんちんすむさみたいなあのちらこわそんどうしえ生ゆっくらちとるせみたいな。あそうなんだ。いやー、おーりゅうは今年何歳でしたっけ。なあ、11へ手ぐつに上げて12年どうな。もっといってないかな、12で収まるかね、12歳。うん。一応弟ぐつもるが、つすいとすんりゅうむとはんじゃしが。うん。なま、11、12るやんど。あ、そうなんだ。おわんが6歳ぐらいにむちしおくてや。あ、はい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 。あまじ6歳にすぐ、すぐ未見ぐらい、まぐすぐいっちょうしや。あ、6歳の時にタイトルマッチやってんのか、徳之島でじゃあ。うんうん、そうそうそう。おわんが6歳ちょっとぐらいに。うちなんかもちえぐてや。はいはいはい。うん。名前ごと、ひっち男とつすいふじいしみしが、うんうん、バントにち。おねえな。とし、とし、おるうんはにんてげにちえねんがやと思うきさ。いやでも、さんかさん、元気そうでよかったですよ。相変わらずです、ね。元気ろ。すごいな。元気ろな、みんな。山芋はどんなですか、山芋は。山芋や。うん、な、うしゆくとし、山芋な、今度はあの、うるましの山田あつそぶろ。本当ウルマシチャンピオン山田忠さんと、ええ、あ勝負できるぐらいまで今持ってきてるんですか。ええ、タチチクテグトや、はい、TJ を見たんよ、うん、TJ ウルマシをチクテグト俺山田なんかスープさんやって言ってあるからおおとくんどみむんどあこれをこれはまた闘牛以外の楽しみができましたね。あっしょなみんなじゃはるんけんじなでじろ。え今までこう山田忠さんをね田島の人を破ったっていうことを聞いたことないですよ、うんうん。あらんど一回ワンカッチョンど。あ、本当に。あ、そっか。うん、あったね。おととしぐれ。あ、じゃあ。くんどよ。うん。山田なんか、やし、そぶさやって言ったるから。あ、じゃあ、このウルマシンでやる全島山芋大会に送り込むの、うん、うん、行くよ。全島に。あっし。あし、山田がなんて言ったと思う。はいはい。まさいで、90% は上がるカッチョン走ろうって言うわけさ。おい。いや失礼さんちゃんよ。あれしょ、ぶさやって言ってあるから。おお、これはまた闘牛以外の楽しみができましたね。そうそう。うん、ああ。なるほど。なるほど。うしん、へゆくらしがち。うんうん。うん、またよ、はい、俺もあのコロナが終わったときにはすぐなまかまかと、なあ、全部いい取り組みしやるからよ。みんな期待させたらいいよ。いやー、うん、なんかみんなね、サッカーさんもよく言われるでしょ、うん、周りに大会早く見たいなとか、いつか言われるけど、試合、うん。まあ、状況を見ながらですね。状況を知らないんだ。うん。わ、うん、かりました。同業界、なんか物言われん歓迎し、ちゃんとやっておかんとよ。うんうん。うん。まあね、イベントやるにしてもね、なんかいろいろとね、うん、こっちもソーシャルディスタンスとか消毒とかいろんなことを考えた上でね。やっていかないとまたよ、うん、どうせだったらすぐバンマカチ満杯閉めて、うん、5000名に行けまでいっぱい閉めてすぐバンマカしてやった方がいいわけさ。あもうちびりちびり何名とか言わないでよ、うん、すぐ一発に。なるほど。もう大きい大会みんなが待ってましたっていうようなね、うん、そう。なるほど、うん、アニシスンよ。いやじゃあまたあのね、コロナが収束して、まあ、作家さんたちもね、うん、自分たちでイベント興行する力があるのでそれもまた、うん楽しみにしていきたいと思いますので、はい、みんなでまたあのコロナが落ち着からバンマカ地震だな、うん、この後また電話切った後はですねあの、うん、安藤純子さんにかける予定ですのであ向こうのまた熱い話も聞いてみますよね。
あれ標準無常じゃくとじゃとろ。ワンどっちがて。わかりました。ありがとうございます。はいはい、はいはい、どうもまたよろしくお願いします。はいはい。はいはいはい、はあ、いやーやっぱりすごいですね作川さん。あー面白いな、いつかけても明るい方。そっか、まあ大会がなくて寂しさはあるけども、作川さんにとってはちょっといい休息になっているという話でしたね。もう牛を飼い始めたのが20代の時から飼い始めて、おーもう30年以上で常に大勝負、毎月毎月で大勝負してきてる人だから、心臓が休む暇がないと。で常にね、ここ数年で牛舎からチャンピオンがいなくなったっていう間も短いよね。フルゲンモーターズ若具亭がいたし、フルゲンモーターズ号もいたし、ハクビもいたし、でその後にまたオーリオもいるし、必ず何かの階級のチャンピオンを所有しているフルゲンモーターズだからこその緊張感で、フルゲンモーターズオーリオもこの休みがあったおかげで影響でですね、今絶好調に持っていけてるみたいですね。なるほど。いやーまた山芋スープの話も面白かったな。山芋も強いんですよ。去年の読谷の赤山芋白山芋の部もチャンピオンになって2連覇達成です。で今年はうるま市の全島山芋スープ、そこでチャンピオン山田忠さんに挑むという、いいね、山田さんイコールいわく9割 90% ワンが勝つと。おお、そういった時によ逆境の作川雅秀さん怖いですからね、はい、勝てないと思われている試合に勝つのが作川さんというイメージですよ。でさあ1曲かけた後、この後安藤純子さんに電話をつないでいきましょう。お送りする曲パーシャクラブ五穀豊穣。いやーい、さあお番組生放送、うわ あともう時間が少ししかないですね。電話つないでいきましょう。今度はですね、はい、安藤純子さん、作川さんがさっき安藤さんは標準語が上手だから聞き取りやすいって言っていましたが、さあかけてみましょう。なんだこの音楽は。はいはい、あもしもし、こんばんは。あこんばんは、久しぶりだね。トシさん元気ですか、ね、皆さん。いや本当にね、最近みんなと電話でつなぐたんびに久しぶりだねって会話なってしまいますね。もうその言葉しか出ないんじゃないね。大会がなかったらこんなにも合わないのかっていうぐらい合わないですね。そう、大会があると気はそうだ、ね、いや顔でも顔見ないといけないんだけどねみんなねそれぞれね、本当によなかったら本当なんかすごく懐かしい感じもするね。だからね、いやそうだ、僕も安藤さんと5ヶ月ぐらいは会ってないかもしれないね。そのぐらいだよね多分きっと。そうですね、長いこと会ってないよ本当に。でも闘牛やってて、うん、そう闘牛関係と半年はないけど珍しいよね。珍しい珍しい珍しい本当に。本当あっさつだ今の暑さって言いじる。牛は何頭いるんですか安藤さんのところ今は。4頭ですね。どれとどれがいましたか。4頭もちろん報酬生後ですよね。生後、はい、であとはあの交流ですね。交流生後、はいはいはい、あもういつものことですよ。最小でしょ、最小生後、うん、いやあの神やそうしね、あの神あとあの故郷の子供で久米島から持ってきた3歳の大きい子がいるよ。奇跡って言って輝く石って書いて奇跡聖号ってなんですけども、はい、おー、あの故郷聖号の子供久米島で生まれたおじかな。久米島でね。えそうです、はい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 、久米島で、うん、あーこれも楽しみですね。もうその子が今いるんだけど、あもう結構もう大変よね今の時期っていうのは、ね、うち特にほら奉仕なんか最初はなんかあの若返ってるさってよくそこのほら奇跡の相手したりするでしょ、うん、稽古相手だったりするし、講師、うんうんはい、なんかもうまあ遊ぶ程度になっちゃうから、うんうん、結局ほらあの子供だと見てそう力入れて運動しないからね、はいはいはい、稽古してても、ね、なんか最初から若返とって言うけど、あだからさっきね稽古入れるからさ、フルゲンモーターズの作川さんに電話つないだらモーターズのですね僕が心配したら王流一番バンジャーの年取ってる王龍が逆に休んだことによって今一番元気って言ってた。ああまあプラスに考えればそうだね。今はほら、うん、自分のそれぞれの牛 あの体調とかいろんなものをチェックする時期でもあるなと考えればね、そうそうまあその時期も退屈せずに
過ごしていくだ、うん、乗り越える時が、ま、コロナが過ぎていくだろうけど、だからね、どういうふうになるか、年取ってる牛はね、この1年に3回とか戦うと大変だけど、この休ませたことによって太ってきてると言ってましたよ。ああ、いや、夏でくとちょっとまたすごくあれだね、うん、体調がいい証拠なんでしょうね。いや、安藤さんはじゃあ最近何して過ごしてるんですか、牛もないのに。だからね、ただ息してるだけじゃないただ息してるだけでもこの間ね、私、はい、あのうちのだ、イゲイさんが、うんうんうん、そういえば、報酬やな、バンジャーな、そろそろ11歳な、これ聞いてから言葉が出なかったさ、うん、まあ、すげえ、これ11歳になるの終わった報酬やと思ってよ、うん、まだ6歳か8歳の気持ちだからさ、私いつもはい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 、報酬の年がそのぐらいと思った。まだ実際超えてると夢にも思わんかったわ。講師がね、だから崎原さんじゃないけどライジンの、うん、あの戦わずにして年を取ってあれ言っちゃったら困るなと思った奥さん。だからもうこれまあ井上さんたちの希望でちょっとしたね、うん、大きい勝負入れないといけないな、そろそろと思ったのよ。まあ戦もう年考えるとね、はいはいはい、あとそんな長い期間はできないと思うから、あのそしてね、11、2歳ぐらいまででしょう。だから、そういうふうで、本当にあれだね、いろいろうち、まあ、どんなして過ごすのかって感じだね、まあ、牛側も丸の花をやったり、いろいろなことが、うん、やることはもう作戦がいっぱいあるんですけど、うんうん、あるんだけど、まあ、大使たちはどうしてんの？だからですね、僕も今もイベントもなくて、仕事もなくて、大変なので、うん、もう飲みに連れてってください、うん、安藤さん。ああ、ぜひぜひ、みんな集まってなんかあれだななんて。思うんだけど、またコロナのことがあれだけど、ね、本当に一度また3密じゃなければいいだろうから、そうですね、みんなで飲んで、なんか牛舎で、ね、まあ、牛談義でもしてみたいですね。外でね、距離開けながらみんなで牛トークいいかもしれないですよ、うん、それぞれマイク持ってやった方がいいんじゃないかしらまた言うもまたあるでしょ、組合、あれだな、旅客の組合長、組合長でしょ、そうね、明日組合班長だと思うよ、デイジーなと、組合長だからそれもまたね、ああ、それいいことだから、うん、まだよかつもったいろんな意味でまた活気づいてくるだろうから、ね、いや、良い会も盛り上がって、ね、いい活でまた、そうそうそう、なんか本当離れてこうやって話いろいろやってみ、牛談義やってみたいですね。安藤さんね、そうそう、もう番組がちょっと終了のお時間なので、はいはい、はい、はい、ありがとうございます。いや、でもね、みんなこちらこそまたみんなで、うん、電話かけたらみんな声が元気だから安心しました。あ、はい、オッケー、ね、病気になる暇もないですよ、もう暑くて、オッケー、うん、また楽しみましょうね。じゃあそういうことでみんなね、頑張りましょう、はい、はいはい、ありがとうございました、はい、はい、こちらこそまたよろしく、はい。いや、安藤さんもいいな、やっぱ相変わらずパワフルですね、牛も元気なようですよ。はい、まあこういうふうに闘牛隊がなくても各牛小屋の情報が聞けるっていうのは非常に嬉しいですね。皆さんインタビュー答えていただきありがとうございました。また来週ももちろん大会情報をお伝えすることができませんので、いろんな牛舎から電話つないでいきたいと思いますよ。あの人にかけてほしいというような要望があればぜひ皆さん教えてください、お願いいたします。伊波大使の闘牛列伝、この番組はやら闘牛ビデオ、居酒屋牛心、プティフール、おでん大吉、上村酒造、菊原工務店、徳之島居酒屋よいよい、株式会社伊波重機、各社の提供でお送りしました。この後も8時から生放送です。時間がないので雅也さん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。聞いてください、8時からも生放送。はい、さい、皆さんどうもこんばんは。7月27日月曜日、時刻は午後7時を回りました。伊波大使の闘牛列伝のお時間です。さあ、この番組は沖縄伝統の文化、闘牛、牛浦生について語っていく闘牛情報バラエティ番組。パーソナリティは沖縄唯一の闘牛実況アナウンサー、伊波大使がお届けしていきます。皆さんどうぞよろしくお願いいたします。さあ、闘牛大会が、ね、お休みなんですが、昨日お八重山石垣島の方では観光闘牛大会が開催されたということですね。はい、ですので今日はですね、この後だいたいどれぐらいだろうな、7時15分頃、はい、八重山にちょっと電話をつないでですね、昨日の闘牛がまあどうだったのか、ちょっとそういった情報も聞いていきたいと思いますよ。八重山闘牛組合組合長の植地香織さんにこの後電話をつないでいきたいと思います。またね、先週はいろんな牛関係者に電話をつないでいきましたが、
今日の新聞かな、皆さんも発表がありました。また夏の全島闘牛大会が、中止を決定したということも、ね、もう記事にもなっておりました。 SNS でもアップされておりました。また今日はこの後、あのいつもだったら8時だよさあゆいさモーレに出演してくれる玉木雅也さん、今は闘牛連合会の事務局長でもあるんですが、この後またスタジオに入ってもらう予定となっております。さあ今日もさまざまないろんな闘牛情報をお届けしていきますよ。8時までの生放送、皆さんどうぞお付き合いください。さあこの番組はやら闘牛ビデオ、居酒屋牛心、プティフール、おでん大吉、上村酒造、菊原工務店、徳之島居酒屋よいよい、株式会社伊波重機、各社の提供でお送りしていきます。さあ何をおかけしようかな、まあ、この後本当は電話をつないで1曲お届けしようと思ったんですが、はい、まあいろんなちょっとみんながテンション高くなれるような明るいナンバーをお届けしていきましょう。ほー、現在、ね、今あのバックで流れている闘牛戦士ワイドというね、今ヒーローも毎週土曜日朝6時15分から絶賛放送中ですので皆さん見てください。今週土曜日は第5話5番線が流れる予定となっております。さあそれではここで一曲お届けしましょう、ね、この番組でも何度かおかけしているチムグクルというアーティスト、ウルマでワイドという曲をお届けします。本来だったらね、ぜひチムグクルさんにも夏の全島大会見に来てほしかったんですが、去年の夏の全島大会を見て闘牛の迫力、それに魅了されて作った曲だそうです。いきましょう、チムグクル、ウルマでワイド。いやーい、伊波大使の闘牛レッスンをお届けしております。さあ、それではここで電話をつないでいきましょう。昨日はですね、石垣八重山の方で闘牛が開催されたということですよ。観光闘牛という形でやったのかな。八重山闘牛組合組合長植地香織さん、なんか現地の新聞でも取り上げられたそうですね。はい、あ、これあれですね、新聞に載ってるのがこれ八重山の地元の新聞、4連休の最終日となる26日、石垣の殿城の八重山闘牛場でコロナに負けるな観光闘牛、主催八重山闘牛組合が行われた。入り口で検温と手指の消毒を受けた観光客など約300人が来場し、闘牛の雄たけびや闘志をむき出しにした激しいぶつかり合いに驚きと感嘆の声を上げた。今回はコロナ禍とあって石垣市が後援、大々的な集客は行わず、同組合の口コミと市の宿泊施設への案内で無料整理券での集客となった。今大会に出場したのは八重山組合の闘牛16頭、時間制限ありの若手育成対決から時間無制限のベテラン戦まで全8試合が行われ、激しいぶつかり合いで会場を沸かせた。試合では立派な角やその気配で相手の闘志をくじき不戦勝となった八重山初戦の優龍神三男坊や、速攻で試合を決め4連勝となった琉球小僧、リベンジ戦を見事に制したみんなの冷えピタ君などが勝利。途中闘牛士の瀬古が倒れる場面もあり、観客は全力で角を突き合わせる闘牛や瀬古の迫力に終始息を飲まされていた。植地香織組合長は挨拶で、多くのイベントや地域行事が相次いで中止される中、入場制限とコロナ対策を徹底しイベント成功の第一歩になればとの思いで取り組んできた、ぜひ楽しんでほしいと話したと。これが、地元の新聞に紹介されているわけですね、八重山日報。それでは早速ですね、植地香織さん、どういう思いでこの闘牛を開催したのか、また昨日のね雰囲気なども聞いていきたいと思いますよ。
もしもし、かおりさんどうも、こんばんは、はい、こんばんは、はい、お疲れ様です。お久しぶりです。お久しぶりです。はい、はい、今も牛小屋ですか？そうですね、あの今日はまた別の方の牛舎に今います。あの後輩たちと一緒に。いや、昨日の大会盛り上がったみたいですね。そうなんですよ。もう昨日はですね、もうあの実はあのそういった SNS とか、うん、ポスターとかこういったラジオとかで宣伝はできなかったんですけれども、うんうんうん、あの今回まあコロナの影響もあって、まあ、石垣市の、はい、中山市長がもう、はい、ぜひ闘牛をあのやって見せてくださいっていうことを要請があってですね、はいはい、で石垣市協力のもとあの今回この大会を観光闘牛を開くことになりました。 お客さんのこの、集客というのは、はい、まあね、さっき言った、はい、あまり告知ってやってなかったじゃないですか。そうです、そうです。どんな方々が来てたんですか？そうですね、一応あの石垣市の方は、はい、あの観光客、まあ、石垣にこの時期に来てる観光客をメインで対象に呼びたいということで石垣市の方で整理券入場無料だったんですけれども、はい、あの整理券を発行して、うん、半分はもうあの石垣市があの各ホテルに配布して、はい、で残りの半分はまた組合の方であの告知であの家族や知人友人たちに配布しての大会になりました。招待みたいな感じで。あ、そうなんだ。で、人数制限がだいたい200とか300ぐらいですかね。300でした。はい。ほう。はい。何かこのコロナ対策でやったことっていうのはどういったことをされたんですか？そうですね、まずあの石垣市の、スタッフ、あの職員が、何名かいらっしゃって、うん、まあ、入り口の方で消毒液 の、はい、あのはもうプシュプシュってなんかみんなに、はい、やって、はい、あのあとは検温ですね、はい、全員検温して、うん、あとこの整理券の裏面に、はい、あの注意事項をいっぱい記載してたんですね、はい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 、でその中であの万が一その闘牛場で感染者が出た場合、うんうんうんにあの備えてのじゃないんですけど、その住所、氏名、連絡先を記載してもらって、はいはい、万が一この誰かコロナ感染者が出た場合にその抗体検査とかこのクラスターとかなって広がった時にあの連絡が全て皆さんに行き届けるような形の対策を取りましたね。いやでもすごいですね、はい、ね、市もバックアップしてこの大会を開催した。そうなんですよ、はいはい、もう市長が ものすごく喜んでたんですけれども、はい、市長はちょっと来れなかったんですよ。用事があって。いやでもね、それでもなんか今いろんなイベントが中止になって、はい、結構みんなね、伝統行事とか地域のお祭りがなくなってしまって、やっぱりね、あの、はい、どっかで心が落ち込んでたはずなんですよ、まだ、ね、そうですよね、はい、私なんかもだからやっぱり今年度はもうまず無理かなという思いでいたんですけれども、うんうん、やっぱり中山市長をはじめやっぱ石垣市行政の皆さんがこうやってバックアップして一緒にあの手伝ってくれて応援してくれたことが一番もう良かったかなと思ってますね。なんか新聞見たら有流新三南坊って書いてました、はい、あれ沖縄に三南坊ですか？そうです、そうです。沖縄本島にいらっしゃった牛で徳之島行って昨年5月にガローと戦った牛が、はいはいはい、今年の3月頃に石垣に来て、うんうん、でまた新しい若手の組合員が1人増えたんで、八重山闘牛組合に、はいはいはい、でその子が今世話して飼ってます。あ、昨日は結果はどうだったんでしょう？そうなんですね、昨日は全部で8番組あって、うんうん、5番組は、5組はもう若牛育成なので育成対決で5分引き分けとかになってたんですけれども、うんうん、はい、もうこの有龍神三南坊とかもうベテラン牛他3組はもう決着つけて、はいはい、もう披露しましたね。あ、はい、すごいですね。 8試合かね、試合、はい、ね、また大会もみんなに喜んでもらって。そうですね、はい、もうみんなに喜んでもらって、もう本当に観光客だけでなくやっぱ昨日は地元客もやっぱり結構いたので、うんうん、はい、やっぱり地元客はもう、ま、楽しみにしてたみたいで、はいはいはい、うん、でもう急に闘牛があるって分かった人たち、整理券持ってなくても来られた方たちも結構いたりして、うん、もう混雑でしたね、入り口は。でその後ね、また昨日フェイスブック見ましたけど、はい、やはりね、みんなで終わった後の反省会は皆さんなんか達成感なのかやっぱ楽しそうでしたね。
そうですね、やっぱり久しぶりの、やっぱ半年ぶりの大会だったので、うんうん、はい、もう夜はもういつものようにもう宴会して、もう反省会持って、うんうん、あの盛り上がったんですけど、はい、もうさすがにもうあのピザは少なかったです、うん、今回は。まあね、確かにね、まあ、打ち上げでもやっぱり ある程度ね、人数制限を設けないと、またこう大変になってくるから。そうなんですよ、はい、で大志くん、あの今回8番組あったんですけど、うん、はいはいはい、その8番組の中でもうあの8組中もう5組、うん、5番組から6番組ぐらいもう全部ほとんど掴んでた、若手瀬古市で、はい、菅間亮太くんっていう子がそばにいるのでちょっと変わります。亮太くん、はいはい、はい、はい、お願いします。ちょっと待ってください。はい、もしもし、こんばんは。はい、こんばんは。あ、はい、もう一度ちょっと自己紹介お願いします。あ、大山豊牛組合の菅間亮太と言います。はい、菅間亮太さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。え、亮太さんは今おいくつなんですか？今年27ですね。27歳。え、はい、昨日はじゃあ闘牛大会ではもうずっと施工してたんですか？瀬古、はい、太ってるけど、どうにか5番組ぐらいはつかみましたね。どんなやつだ、久々の闘牛大会開催は。気持ちはもう久々で嬉しかったんですけど、うん、やっぱ太り、コロナで太りすぎて動いてなかったんで、うんうん、はい、3キロぐらい痩せたけど、3キロぐらい痩せた。はい、相当汗びしょびしょ。え、ちなみに亮太さん本人が飼育している牛も出ました？今回は自分の牛は出なかったんです。おお、じゃあどなたか知り合いの。知り合いの牛で、はい、はい、なんで。はあ、そうですか。いやでもね、久々にこういう闘牛大会ができたことはまだね、一歩前進ですもんね、やっぱりこれは。そうですね、うん、一応また他のところもできるようになったらいいかなって自分も思ってますね、うん、はい、昨日なんか見応えのある試合ってありました？見応えのある試合は、うん、一番上ですね、 C の一番線の、はい、元徳の島にいたパピオンって分かりますか？はい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 、パピオンと、うん、獣人狼っていう牛がいて、おこれが一番面白かったです。何分ぐらいの決着でどれが勝ったんでしょう？1分56秒で獣人狼が勝ちました、うん、おあ、わずかじゃあ1分ちょいの試合の中でも見応えがあったわけですね。もうはい、最初も攻めたんですよ、うん、パピオンが、うん、パピオンがもう攻めとったんですけど、はい、もう本当に相手は負ける寸前と思ったら、うん、パピオンが取ってきましたね。おー、いやー、これね、またあの沖縄本島と違った八重山の闘牛の楽しみがあると思うんですけど、八重山闘牛の魅力っていうのは亮太さん何だと思いますか？他にはないところ。大きさがまず沖縄とかは体重とか決まってやると思うんですけど、はい、体重制限、八重山は50キロとかどころじゃないですか、100キロとか変わったし、牛を組んだりするので、うんうん、それが見どころと思います。小さい牛が来る時もあって、確かに、でもたまにびっくりするのが100キロとか、いや200キロの体重差で試合組んだりして、それがまた小さい牛が勝つことがあるんだよね。やりますね、200キロの牛とか。あそこら辺の組み方はまた独特で、見せ方が面白いなと思うんだけど、ああ、うん、これが八重山のあれですね。わ、うん、かりました。じゃあこれからもですね、はい、またこの闘牛を盛り上げるために頑張ってください。はい、頑張ります。あ、最後だけチャックの香織さんに代わってもらっていいですか？あ、はい、うん、お願いします。あ、香織さん、ありがとうございました。はい、はい、はい、いえいえ、こちらこそありがとうございました、はい、また今度沖縄のね、闘牛が開催されるときには、はい、ぜひまた遊びに来てください。そうですね、また、はい、本当の闘牛、やっぱり石垣から今回始まったので、うん、また沖縄も元気になって活気づいてやってほしいです。ね、必
かおりさんの SNS ね、はい、最近この闘牛で見れない中でも、はい、ああいう風に毎日牛をアップしてくれるとそれだけでね、はい、はい、心癒される人たちもいると思うのでぜひあれ続けてください。 ありがとうございます。はい、ありがとうございます。すいませんね、今日忙しいところ、はい、ありがとうございます。いえいえ、はい、ありがとうございました。お疲れ様です。はい、失礼します。はい、八重山闘牛組合組合長植地香里さん電話インタビュー。そっか、いやーすごいですね、市がこうバックアップしての闘牛大会開催、まあ、人数制限を設けてきっちり検温、またいろんな対策をしての大会だったということで、はい、まあ、沖縄もね今大きなイベントはどん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 この中止が発表されている中でですね、はい、少しでもやっぱ人々の心にこの癒し、うん、楽しみを与えたのではないでしょうか。植地香里さんありがとうございました。さあそれではここで一曲お届けしましょう。石垣の話が出ましたので八重山出身アーティスト、ビギンおじい自慢のオリオンビールお届けしましょう。いやーい、さあ、先ほど平梢さんに、平梢さんにじゃない自分ね、いろいろややこしかった植地香里さんに電話をつなぎました。で、曲の間僕はスタジオの外でて平梢さんと喋ってたからごめんなさいね、梢さん今スタジオの外に梢さんもスタンバイしてるんですよ植地香里さんと平梢さんに今頭でもうこんがらがったな。はい、生放送で電話をつないだのは八重山闘牛組合組合長で、 CM の間僕が打ち合わせをしていたのが平梢さんですで、今スタジオに入っているのが、はい、玉木雅也さんです。はい、こんばんは、はい、沖縄県闘牛組合連合会事務局長玉木雅也でございます。よろしくお願いいたします。スムーズに言えるようになりましたね。もう慣れましたね。はい、あもう貫禄はも出て、はい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 貫禄はも出ましたかね事務局長の貫禄、腰が低いんですけども、とっても、まあ、闘牛大会もね、今沖縄闘牛会で、はいはい、一番電話が鳴り止まない男そうでした丸忙しいでしょ。そう、丸忙しそうでしたね。いや、多分だってもう普段から、はいはい、あの俺こう闘牛列戦やってて、はい、正也さんは次の8時のサイサモーレで、はいはい、外でスタンバイしてるさ、はいはいはい、しょっちゅう俺ガラス越し見て誰と電話するのそうでした、ね、ずっと本番直前まで電話先週そうでしたね、うん、したら、何々組合の誰々からとか、はいはいはい、また何々からかかってきてるとか、はいはいはい、おそらくその辺からあるでしょ、夏の前頭。そうですね、まあ皆さんお分かりのように、まあ、今回ですね、うん、琉球新報沖縄タイムズさん長官に載ってた通りですね、うん、まあ、本当に、コロナ感染もありまして、うん、まあ、情勢がですね、もうちょっと今環境がちょっとね、うん、悪化する中でですね、まあ、どうしようかと、はい、うん、まあ、土曜日に、うん、前頭の役員会議を、うん、はい、いたしまして開催いたしましてですね、まあ、どういう方向に持っていこうかということで、うん、皆さんの意見を聞きながらですね、まあ、今回はですね、うん、もう闘牛連合会もちょっと自粛しようかということで、はい、意見が一致し、うん、そういう結果になりましたけど、もう残念ながら、うん、まあね、闘牛ファンそして飼育者の皆様にはですね、うん、もうちょっと残念でもあるんですけど本当に、うんうん、まあ、あ、これじゃあ土曜日の話し合いをした設けたわけですね。そうですね、土曜日に、まあ、各組合長集まってもらって、そうですね、まあ、うるま市もね1月からあのドンコレラから始まり、そう、わかります？俺ね、だから考えたらもうね1月5日からずーっと試合見てないんだよ。そうなんですよ、うん、考えてみたらね、はい、だって普通だったらさ1月や終わって2月の9勝、うん、はい、3月弥生ダービー若獅子会本部闘牛とかあって、そう、もう予定たっぷりじゃったじゃないですか。そう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 、で5月には全頭の前には徳之島のゴールデンウィークの大会とか、はい、で6月はまた全国闘牛サミットも新潟であったはず。そう、全然牛見てない。そうですね、ね、サミットもありましたし、そして僕春の全頭の時もまた同じ言葉をね、あ、そうね、同じことを言ってるんですよ今この立場で、うん、はいはい、ですよ、春の全頭闘牛大会ももうコロナの影響でと、うん、いうことでこれを申し出てるんですよね、うん、また同じようなことになってしまってですね、本当に残念ではありますが、うん、はい、まあ、この状況だと、うん、やはりまあ夏の全頭って今大会をやっていなかった分ですよ、はい、
いきなり全島レベルの大会やるとものすごいみんな期待してるからお客さん入るはずなんですよ。あ、うん、そうですね。じゃあそれを人数制限、はい、じゃあ今回は1000人限定にしますとなった場合、はい、見れなかった人どうなるのかとか。そうなんですよね、うん、そこ問題じゃないですか。俺でも実況の立場じゃなくて毎回投球見に行っててですよ。そうですね。その1000人、まあ、1000人来て漏れた場合はい、やっぱりね怒りますよ。そうですよね、うん、まあ3密ルールを守るといって、うん、1メーター間隔を空けた場合、うん、本当にそれができるか、はい、ですよね、うん、またでローカル大会とかの地方大会の500人規模とかのね、うん、元々、はい、ものだったらどうにか対策できるじゃないですか、はい、ところがやっぱ全島となるともう3000名以上の規模になりますからね。そう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 、はい、セルラースタジアムでやらんといけなくなる。そうなんですよ。セルラースタジアムで初のね夏の全島大会でやらんと、はい、うん、そうじゃないともう対応できなくなるから。まあ連合会の方でもですよ、うん、ちゃんとしたマニュアルの方ですね、うん、会長を含め皆さんで、うん、まあ検討はしていったんですけど、まあ今の状況ではやっぱり無理だろうと、うん、はい、うん、もう考えて考えてですね、うん、そして皆さんの意見も聞きながらですね、うん、うん、本当にでもね、だからこれ結果にね、皆さん勘違いしたいのは、うん、簡単にですよ、やらないと決めたわけではなく本当にいろんな対策考えてたんですよね。そうですよ、文書もめっちゃ作ってじゃこういう対策しますとか、はい、こういう人数制限でやりますとか、うん、ものすごくちゃんと一応こう細かく、うん、やる方向で進めながらも、はい、やっぱりみんなの話し合いでそうだったんですね、あ、うん、今はやっぱ厳しいというふうになったので、はい、そうですね、うん、だってね中量級、軽量級、体重測定のそうですね、軽量の日も抑えてましたもんね。それ場所まで抑えてたでしょ。はい、8月1日に軽量ということで、ね、うん、ちゃんと北環境さんの方を抑えまして、はい、はい、予約をしてたんですが、うん、あ、それがね、もう本当に残念なんですけど、うんうん、そうですね、いや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 、わかりました。じゃあちょっとまたね、うん、もう1曲かけた後、はい、はい、またいろいろと牛トークしていきたいんですが、はい、何かけようかな。さっきビギンかけたか、うん、あ、じゃあ木山商店のこの歌をかけしましょう。あれ、なんかどういう、別にすいません、大会がなくてムンチンがなくてそういう意味でかける歌じゃないですよ。木山商店何がいいかなと思ったらたまたまあった曲がジンガネーランって曲だったんですよ。ズバリじゃないですか。そうだね、ズバリですよ。まさに俺もズバリなんだけど、はい、牛主たちも大会なくてまた餌でジンガネーランという。そうなんですね。はい、これたまたまさっきの石垣にかけて、はい、この曲を用意してたんですが、はい、木山商店石垣出身いきましょう。お送りする曲、木山商店ジンガネーラン。さあ、玉木雅也さん、スタジオに入っていただいておりますよ、はいはいはい、うん、まあね、今日の、まあ、今回の結果ではございましたけど、うん、でも11月、僕は本当にもう、うん、みんなで盛大にしようかと、あ、なんか期待を持ってますね。これ11月が開催できて、ね、第114回秋の全島か。そう、これできたらいいけどね、11月は。もう花火が上げれるぐらいですね、盛大にですね。あっしゃ。もうそれぐらいのね、前夜祭からやってんじゃない？そう。あの土曜日の前夜祭から。ですよね、もう希望を持ってですよ。もうね、気持ちを高めて。え、今だったら、あの前夜祭もものすごいカード組めるよ。そうですよね。もし11月に今からやるぞって、ね、決めた場合、うん、2日間楽しめるよ。そうですよね、うん、高野菜もできるよ、まあね、月曜日に。今回出場牛がね、うん、出れないっていうのもありまして、うん、ね、まあ牛もね、出れなかった闘牛もいますのでね、はい、はい、考えようでは前夜祭の方も開催できるってことですよね、うん、そう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 、うん、まあ、それをね、まあ本当にもうこれをもう希望、そう、期待を持って、もうここは我慢だね、はい、うん、そうそう、もう気持ちをちょっと高めてですよ、うん、また新たにね、またちょっとうちらも練、なんかでも普段大会はできないけども、はい、練習試合をみんなやってるじゃないですか。そうですね、そういったところをうまく配信に載せて、うん、はい、俺見せられないかなって考えてるんですよ。ああ、はいはいはい、うん、まあ YouTube なり、そう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 、そういう動画でね、はい、動画配信で、そう、練習試合とかを見せて、意外とね、今みんな大会見てないから、うん、普通の練習試合でもずっと楽しんで見れるわけさ。ああ、そうですよね。なんかそういったまた新たな闘牛ファンを増やすための、うんうん、ここで準備ができるんじゃないのかなとも思ってるんで、はいはいはい、いろいろ試しながら、はい、コロナのこの状況だからこその
やり方、そうそうそう、はい、配信の仕方ですね、うんうん、あるはずなので、うん、まあそれによって僕らもねまたこれからの、うん、勉強が、はい、ね、今勉強時期なのかなっても思われますし、うん、ね、うん、これやっていきたいな、ね、あ、これね、あ、はい、アグレ男爵さんから、 ありがとうございます、はい、やっぱスタジオに2人以上いた方が安定感がありますねああしかし雅俊さん来ないですね最近欠席多いですね、あれ、あ、欠席多いよなん、先週なんて来たかな、 8月からは復活するみたいな、はい、もしかして夏バテしてるんじゃないですか、ね、ちょっと待ってよ、はい、雅俊なんて言ったかな、ね、あ、また来月元気に帰ってきます。今どこに行ってるのかね、うんうん、徳之島にかな、まさかや帰ってきます、また来月元気に帰ってきますと、うん、今月はいっぱいはゆっくり休むそうですと、はい、あ、はいはいはい、面白いね、マスト士官のラインまた来月元気に帰ってくすってことは来週か、来週ですね、8月ですね、はい、うん、お待ちしてますよ、うん、このライン面白いよ、くれぐれもどこで飲んでいるのでしょうとかは言わないです言わないはい、来月元気いっぱいの姿で帰ってくるそうですよ、はい、楽しみにしてます。でも ね、この番組も考えたら、うん、ずっと牛がない中で、そうですよね、よく番組続けてるよやすごいなと思った、このね、大使の話題もでも先週のやっぱみんな話聞いたら面白かったな、うんうん、フルゲンモータースの作川さんなんかも、うんうんうん、サッガーさんのあの話はなるほどなと思ったのが、うん、ね、牛を特に今チャンピオンフルゲンモーターソーリー、はいはい、長い期間休ませてるさ、はい、うん、で年取っていくのが、うん、力が衰えていくのが心配だったんだけど、はい、逆に休ませたことによって今絶好調って、絶好調って言ってましたね、うんうん、バッチリですよって、うん、そう、逆に良くなってると、だから今まで年に3回タイトルマッチやったから、うん、無理させてたんだよっていうことも言ったし、でサッカーさんもいい休みになってるって実はね、サッカーさん自体も今まで何百回試合に出場させて、そう、自分のちょっと人生の中の休息じゃないですか、そう、ね、もう30数年間ですよ、うん、30年以上闘牛やってきて、はい、しかもあの方の場合はもう牛出さない1年ってないさ、ないですね、うん、ないですね、牛出さない半年もないと思うわけよ、はい、でしかも簡単な試合じゃないさ、はい、タイトルマッチがあったり、もう前頭を何か期待がかかる試合ばっかりやってるから、はい、旗のかかる試合ばっかりですよね、 それで自分自身にかかるプレッシャーと30年戦ってきて、はい、毎月毎月、はい、あ、ようやく休めてるんだ、あ、また作家さん30年長生きしますよ、ね、この休みで、はぁーと思ったらまた病ももう絶好調らしいし、そう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 、はい、うるま市チャンピオンの山田忠さんに今回立ち向かうと、また立ち向かうと読谷の山芋チャンピオンね、ここはまたね面白くなってくるから、うん、なるほどなと思って、いやでも牛がなくなったら、うん、みんなと会わなくなるね、そうですよね、うんうん、佐久さんも、ああ大使久しぶりだなって先週電話で言われたんだけどはい、はい、本当にそういえば声聞くのも久しぶりだったから、そうですよね、今まではね2週間に1回1週間に1回は闘牛場で顔を合わせますから、ね、そう普通の感覚だったじゃないですか、うん、安藤純子さんでもそうなんだよ、あ、そうそう、あ、そうだ、俺安藤さんも全然顔も見てないなと思いながら、あ、うん、そうですね、うるま市だったら、ね、特に石川とかだと、はいはいはい、軽トラック見たら、あ、うん、あれどこどこの牛舎の何々さんの多分軽トラだろうなと思って、うん、ちょっとクラクションで合図したりとか、はいはいはい、そういったのはあるけど、闘牛大会がもうなくなっちゃうと顔を合わせる機会も少なくなってね、うんうん、久しぶりだねって出てきますね本当に、いや本当によ、はあ、ちょっと待ってくださいよ、うん、そうだ、俺ここでね一曲お届けしたい曲があって、はい、はい、ね、ちょっと、まあ、この番組でも何度も何度もおかけしていた、うん、ワイド節、はい、ね、坪山豊さんのワイド節という曲がありますが、うん、ね、もともと闘牛戦士ワイドという言葉も徳之島から来た言葉ですし、はい、でやっぱそのワイドっていう言葉ワードを
広めたのはやっぱこのワイド節っていう歌の影響が大きかったんじゃないのかなと思ってるんですが、それのワイド節の作曲手掛けた坪山豊さんがですね、20日、今月20日ですね、午後5時老衰のため病院で死去したということが新聞に載っておりました。89歳、89歳、あ、そうだったんですね。ご冥福をお祈りいたします。やっぱこのワイド節という曲もそうですし、あとはね、あの若手の人材育成とか、はい、まあ、次の継承、歌者を育てたっていうところでも、だからまあ民謡もそうですし、有名な辺康介さんなども、支持されていたということなんですが、89歳、それではですね、でもいろんな方々がカバーもした曲じゃないですか。そうですよ ね、この後あのもうスタジオに入る、平小泉さんもそうですし、ね、うんうん、そう、はい、足健さんとか、いろんな方々が、ね、コラボしたそのワイドブッシュをですね、お届けしていきたいと思いますよ。はい、なんかうちら今もう沖縄でもカラオケで歌う人多いんじゃない。あ、もう普通にね、おでん屋さんとかやっちゃうとこれが流れてますからね。そこ行ったら大体誰か牛関係者が歌うよ ね、はい、うん、もう今では闘牛には欠かせない曲になりました。はい、それではお送りしましょう。坪山隆さんのナンバーで、はい、ワイド節お送りします。いやーい、はい、お、番組がもうお別れのお時間です。はい、はい、ね、今日話した通り、まあ、闘牛大会は夏はね、松井さん、事務局長、はい、まあ、中止を発表しまして、発表しましたね、まあ、あとはもう秋に向けて、そうですね、これから頑張っていくと、もうコロナの収束を願うばかりでですね、うん、がもう普段からね、皆さんやっぱりこの手洗いうがい、はい、もう徹底してアルコール消毒などもですね、一人一人がちょっとね、そうそうそう、気を使えば、うん、収束できるのかなって思ってますので、はい、うん、もうだってうるま市も祭りの中止がどんどん発表されたじゃないですか。はい、そうですね、獅子舞フェスティバルからうるま祭り、うん、ね、今回ハーリーもね、そうだから、あとは地域のエイサーがどうなっていくのかなっていうのが気になるけどね。はいはい、うん、ですか。はい、さあ、それではですね、はい、この後8時から生放送スタジオには平小生さんです。はい、こんばんは。はい、こんばんは。今日テーマ何でしたっけ。今日テーマ、ホテル。あ、そうだ、ホテル。はい、ホテルですね。まあだから、はい、いろんな沖縄県内のホテルでもいいですし、うん、そう、県外でもいいし、うん、有名どころのね、そう、美味しい泊まってよかったとか、うん、そうそうそう、朝食はあそこがおすすめだよ、ランチあっち行くよとかね、そうそうそう、教えてほしいですね。ね、また新しく建ってるホテルなどもいっぱいあるから、そうですね、あそこの景色が絶景だよとかさ、晴れクラニとか行ってみたいの。ね、あのね、そんな、ちょっとよね、ああいったところも、もうリゾート感満載だよね。そうそうそう、ホテル、はい、あ、マサヤさんはあのラブホテルの話ばっかりするみたいですけど、いや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 、え、他に情報ある？ね、ありますか？お楽しみにお待ちください。おお、いいねいいね。はい、はい、この後も8時から放送を聞いてください。はい、お願いします。いやい。さあ、伊波大師の闘牛列伝、皆さんお聞きいただきありがとうございました。この番組はやら闘牛ビデオ、居酒屋牛心、菊原公務店、徳之島居酒屋よいよい、上村酒造、おでん大吉、プティフール、各社の提供でお送りしました。